Now here is my question.Whose head is this? The right ones or the left ones? この頭はどちらの男のものかそれが今日のクエスチョンです。では考えてみてください。シスシーナ、礼拝堂です。ミケランジロ、 ボアノレティが描いた絵と言われています。その中に、こんな奇妙な絵があります。中央の二人の人物が、生首を運んでいます。この生首は、右の男のものなのか、それとも、左の男のものなのか、ということです。注意深くご覧ください。そして、皆さん自身で、 判断してください。この生首は右の男のものなのか、それとも林弘氏がこれから説明するように、左の男のものなのか、一般には右の男の生首とされています。また、世界中の学者がそのように説明しています。が、この、 生首は、実は、実は、皆さんはどちらだと思いますかさあ、よーく考えて判断してください。この生首は、右の男のものなのでしょうかそれとも、左の男のものなのでしょうか答えは、実は、左の 男のものもですその説明はこの続く動画の中でします。なぜならば、右の男にはですね、頭があるからです。この赤い丸で囲んだところを注意深くご覧ください。右の男には頭があります。隠し絵 騙しといいう手法でそれが描いてありますよーく見てください。明るくしてみました。わかりますかここです。ここにこの男の鼻と鼻の穴が描かれています。鼻と鼻の穴です。つまり右の男にはですね、頭がちゃんと ついていてるのですつまりこの生首は右の男のものではないつまり左の男替え玉の人間の頭ということになります。わかりますかただしこの部分は修復されて現在新しい絵では大変分かりにくくなっています。つまりこのような形で体の向こうに 頭がくっついていいてるということになります。これが隠し絵騙し絵です。つまり右の男の体には頭がついていたのです。言い換えますと生首は左の男のものということになります。これが林博の答えです。続く動画をどうか Bye for now. Following his baptism of Christ, John's popularity grew so much that he alarmed King Herod. Herod ordered him arrested and imprisoned. John spoke with Herod on several occasions and condemned his marriage to his half-brother's wife. This condemnation would be his downfall, as King Herod promised to grant a wish to his daughter. In revenge for John the Baptist's condemnation of her mother's scandalous marriage to Herod, she asked for John's head. King Herod reluctantly obliged. John the Baptist died sometime between 33 and 36 AD. I, Hiroshiyashi, just wonder if whole this story is true or not. I understand that John the Baptist, who was killed, was a proxy. Of Jesus Christ himself. ヨハネは当時の領主ヘロデ・アンティパスの結婚を非難したため捕らえられ首をはねられて処刑されたと言われていますヘロデ・アンティパスの執事の妻が首を埋葬したと言われていますキリスト教伝承では首は後に再び発見され コンスタンチノポリスにもたらされたとされています。が、私、林博士は、この話そのものが本当かどうか疑っています。殺されたバプティストのヨハネは、これまたイエスの替え玉であったと理解しています。広志林、ハママセテジャパン。今日の話は、 大変複雑ですから結論を先に話しておきます。イスターです。女神中の女神です。そしてその兄弟のシャマーシュです。この二人が組んでキリスト教を立ち上げました。イスターのヘブライ名はマリもしくはマリアです。で、キリスト教を立ち上げたというわけですね。で、イスターもシャマーシュも替え玉を立てました。左下は マリアです左がマグダラのマリア、そして右がマドンナということになります。左は最後の晩餐の絵、右の方は岩窟の聖母のマドンナです。そしてこれはイエスの洗礼の中のイエスです。これは替え玉です。そして右にいるのがヨハネです。で処刑されたのは替え玉のイエスです。その証拠はレオナルド自身が書いたと言われている のの戦いい中に残っていましたそして右のヨハネも殺されます。その首がシーシーな礼拝堂の天井画に描かれています。が、ここで殺されたのは替え玉です。つまりイエスの替え玉であったということになります。それをこの動画の中で順に説明していきます。 これがベロッキオとレオナルドが描いたと言われているイエスの洗礼と呼ばれている絵です。この絵そのものがですね、すでに1500年代に修復されているということだそうです。そして最近また修復されました。現在大変綺麗な絵になっています。中央にいるのがイエスということになっています。向かって右側にいるのがバプティストのヨハネということになっています。 で、修復前の絵を、絵の写真を手に入れました。向かって左側が修復前です。で、この絵で検証してみます。左にいる2人の子供に注意してください。拡大してみます。目に注意してください。子供の目に、目は腫れ上がって、目の周りにはクマができています。頬にも傷があります。つまり、この子供たちは、 虐待を受けた子供た子ちとということになりますですから世間一般で理解されているような、まあ、そういった絵ではなくてこの絵の向こうには恐ろしい物語が隠されているということですそうした絵の中にイエスが立ちそしてその右側にヨハネが立っているということですそして中央には穴あきドルメンが描かれていますこの穴あきドルメンについては後でもう一度詳しく触れますがこの穴あきドルメンというのは に餌としての人間を閉じ込めておくための檻であったと私、林博は判断しています。つまり、恐ろしい絵だということですね。そういう中にイエスが立ち、そしてヨハネが立っているということです。で、話を先に進めます。イエスの洗礼の絵です。このイエスの洗礼の向かって右側に立っている バプティストのヨハネに注意してください。腕に注意してください。指に注意してください。指が異様に長いのが分かります。そして腕の皮膚はめくれています。まず指を見ています。特に人差し指と中指に注意してください。長いですね。もうすでにあちこちで紹介してきました。そしてその指の間にはひれのようなものが隠し込まれています。 あるるいいいは皮皮膚膚ががめめくくれれれてててのかももししまません。そして腕も異様です。皮膚がめくれています。つまり、ヨハネは少なくとも人間ではないということをこのような形でベロッキオとレオナルドが表現したと私、林博は考えています。つまり、こちらの方が実はイエスということになるわけです。中央に立っているのは替え玉のイエスということになります。 そのこともこれから証明していきます。つまり、向かって右側が本物のイエスであり、そして中央に立っているのは替え玉のイエスということになります。そのことをレオナルドは別の絵で証明しています。これは以前、私が1500年後のイエスとあ証明した男たちです。この胸を見てください。 その右のスケッチ画とです、ね、左のイエスの洗礼の絵に描かれているヨハネの胸を比較してみてください、まあ。告示しているというレベルを超えて同じだということです。細かい部分を見ていくと違いがないという点で同じだということです。知恵深く見てください。すなわち、向かって左側のこのヨハネこそが実はイエス自身であったということになります。 ここが一つのポイントですから皆さんも注意深く判断してください顔というのは違いがないという点で同じと判断します、まあ、このような形で向かって右に立っているヨハネこそがイエスということになりますバプティスト・ヨハネは冒頭で言いましたように首を切られ処刑されます その時の様子をミケランジェロがシスティーナの礼拝堂の天井画として描いています、えー。その天井画を紹介します。この部分にそれがあります。これがその天井画です。中深くご覧ください。中央に二人の女性らしき人が生首を持って歩いています。首です。生首です。まあそれについて。 えー、このように説明されています。首をはねられて処刑されたと。で、現代、現在ですね、その骨は別のと,ところに埋葬されているということだそうです。で、誰しもそのように判断します。えー、右がヨハネということになるわけですね。首を切られたわけです。が、この絵は どう考えてもおかしいです、まあ、それについてはこれから詳しく説明しますが中央で2人の女性らしき人が持っているこの生首は本当に右側の男性の首なのでしょうかもう一度システィーナ礼拝堂の天井画を見ていただけます。 中央に2人の女性らしき人が生首を持って歩いています。この生首は向かって右側のベッドの上に仰向けに倒れている人の頭のようにも見えます。しかし、この頭は向かって左側の人物の頭です。この人物は大変奇妙な衣服を着ているように見えます。そして丸い頭をしているのがわかります。しかし、これは頭ではありません。中深くご覧ください。頭のように見えますが、 頭ではありませんとなりますとこの生首はどちらの人物の生首かということになります少なくとも向かって左側の人には頭がありません右の方にはあるようにも見えますという点からこの頭は向かって左側の人物の頭ということになりますで生首について検証してみます この生首は向かって右側の人物の生首なのか、それとも左側の人物の生首なのかということになります。繰り返しますが、一般には向かって右側のベッドの上で仰向けに倒れている人物の生首と理解されています。しかし、この向かって左側の人物の頭を見ていただきたいと思います。これは頭ではなくて、穴開きドルメンを内側から見たときの様子です。この黄色い丸のところに注意してください。 これは頭ではなくて、穴開きドル面を内側から見た様子を描いたものだと,だということになります。その証拠に、首のところを見ていただきたいと思います。この細い首を見てください。これは首ではありません。拡大してみます。このようになっています。つまり、これは隠し絵で、騙し絵ということになるわけです。そして、この、まあ、穴と私が判断している部分には何か耳のようなものが見えます。それで まあ皆さんはですね、これを頭だと思うわけです。しかし、これは耳ではありません。私の手でそれを表現してみました。つまり、指です。つまり、穴の向こうに指がある。それをこのようにまあ表現したものと林博士は判断しました。つまり、向かって左側の人物には頭がないということになります。つまり、頭がないということになりますと、これがその中央の二人の人が持っている 頭ということになります。向かって右側の人物はな,ないとは断言できないんですね。つまり、このような形で殺されたヨハネというのは別人である、替え玉であるということをミケランジロ、なわち1500年後のイエスは表現したものと私、林博は判断しています。繰り返します。このような形で1500年後のイエス、つまりミケランジロは殺されたのは ヨハネ自身ではなくて替え玉であるということを表現したと私、林博士は考えています。その証拠があります。さらにこの絵を注意深く見てください。この二人の女性らしき人の下を見てください。実はここにアナーキドルメンが描かれています。そして最,最初にお見せしました、えー、イエスの洗礼の中の中央に描かれているアナーキドルメンが向かって右側です。 同じです色を落ととしてみると区別がつきませんななち同一画家がここの絵を描いいたということうになりますつますつり1500年後のイエスがこのような形でアジェンダを私たちに伝えたということになります。中部画をご覧ください。全く同じです。そしてこの今黄色い丸で囲んだところに穴あきドルメンの穴が描かれています。それも一致します。つまり、ミケランジョロの描いたと言われているシスティな礼拝堂の絵と。 からベロッキオとレオナルドの書いたと言われているイエスの洗礼の絵がこのような形で一致します。すなわち、これらのは両者とも1500年後のイエスによって描かれたというもう一つの証拠がここにあるというわけです。そしてこれらの絵は恐ろしい物語をその向こうに隠しているということになります。つまり人間を食べるための檻であったという私の説をこういう形で裏付けています。その穴から内側から覗いた まあ人物の絵が向かって左側の人物の絵ということになります。つまり、このような形で殺されたのはヨハネではなくて、ベッドの上であ向けにて寝ているヨハネではなくて、別の人物であるということを表現したものと、私、林博士は判断しています。もう一度、ベロッキオの、えー、とレオナルドの描いたと言われている、まあ、イエスの洗礼の絵を比べてみてください。穴開きドル面が中央に描かれていますね。 もう一度イエスの洗礼の絵を見てください。繰り返しますが、これは普通一般世間で理解されているような絵ではありません。その証拠が向かって左側に二人の子供です。そして子供の前にはコブラを模した隠し絵の絵が描かれています。そういう絵なんですね。で、修復前の子供たちの顔を見ると目は腫れ上がり、クマができて、そして頬には あざができて、向かって左側の子供の目の周りにもあざができています。そして向かって左側の子供には片手と片足がありません。まあ、そうした残酷な絵であるということですね。そういう中にイエスが描かれ、そしてヨハネの洗礼が、セヨハネが描かれているということです。繰り返しになりますが、中央には穴あきドルメンが描かれています。その穴あきドルメンの絵とミケランジロが描いたとされるシスティな礼拝堂の天井画に 描かれているアナーキドルメンの絵が一致します。これが皆さん、事実です。で、少し前に紹介しましたが、1500年後のイエスについて話しておかねばなりません。続く動画をどうかご覧になってください。The Pieta is a work of renaissance sculpture by michelangelo bernardi housed in st peter's basilica vatican city it is the first of a number of works of the same theme by michelangelo bernardi michelangelo completed the work in 1499 at age 23 or 24 the pieta is however full of mysteries Was it really created by Michelangelo t o d a y s story starts from here。ミケランジェロのピエタ像、1499年から1500年にかけて完成されたと言われています。ミケランジェロが23歳から24歳の時のことです。が、このピエタ像は謎に満ちています。 本当にそのペータ像はミケランジェルという一人の人間によって彫刻されたものなのでしょうか。その疑問の第一がペータ像のイエスの右腕にあります。その右腕には奇妙なヒレとコブがあります。特に上腕のヒレに注意してください。注意深くご覧ください。ミケランジェロは同じ人物を カッシナの戦いの中で書いていますカッシナの戦いの右端下にいる人物です私林博士がダビンチ自身であると今までに証明してきた人物です同じ顔のスケッチ画をダビンチ自身が書き残していますこの人物は頭に鼻の王冠をかぶり足の皮をベローッと剥いでいます 靴ひたを履いているのではありません。足の皮をベローッと履いています。この人物の腕にも、やはり奇妙なヒレとこぶがあります。ペータ像の中のイエスがイエスであるなら、この人物もまたイエスということになります。同じヒレとこぶがその証拠ということになります。が、そのヒレと全く同じものを、 ダヴィンチがスケッチ画として、書き残していました。ダヴィンチの解剖図です。その両者を並べておきますから、皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。となると、ここで奇妙なことが起きます。なぜ、ペータ像のイエスと同じヒレとコブがダヴィンチの描いたスケッチ画の中にあるかということです。どちらかが、 どちらか一方を真似たとということになります。ミケランジョロがダヴィンチの解剖図を見てそのように彫刻したのでしょうかがそれはありえません。実にきっかいなひれとコブです。ならばダヴィンチがミケランジョロの彫刻を真似て解剖図を描いたのでしょうかがそれもありえません。ダヴィンチはこのほかにも似たような 奇妙な解剖図を多く書き残しています。となると今日の動画はこの謎に迫ってみますその向こうには驚くべき事実が隠されていました広志林、浜松ハママシティジャパンでは画面を見ながら説明しますこれがミケランジョロがですね 23歳から25歳くらくいいの時に完成したペータ像と言われていますこのペータ像についてはですね当初よりまあおかしな噂がありました、えー、ここにも書いてありますようにクリストフォロ・ソラリが彫刻したんじゃないかとかねあるいはミラノのセムシ男が彫刻したんじゃないかという噂が立ったわけですでそれを聞いたミケランジロがですね怒って まあ夜中にですね、教会に忍び込んで、このタスキのところに、えー、ミケランジュロ・バラノティという自分の命を掘ったということで知られています。でこの像の、まあ、イエスが抱かれているわけですけども、えー、この、まあ、イエスの右腕に注意してください。ボコボコボコと奇妙なコブができてますね。そしてこの上腕の方にはヒレまでついているように見えます。ここが今日のポイントになりますから注意かくご覧ください。 まあこれは筋肉ではありませんね。コブですね。ボコボコボコとコブが出ています。で、このコブが何かということなんですけども、まあ、それについてはまあ別のところで論じましたので、今日はまあさておいてですね、このコブと同じものをですね、ミケランジェロがカッシナの戦いのまあ右端の下にいる男性に描いています。まあ、このコブに注意してください。実に奇妙なコブなんですね。これは筋肉ではありません。しっかりと確認してください。そして、 これがカシナの戦いです。で、右の下にいる男性。この男性に注意してください。これは私がレオナルド・ダヴィンチであると、えー、判断した男性です。頭には花の冠をかぶっています。なあち、このカシナの戦いのレプタリアンの群像の中の蝶であることを示しています。キング・オブ・キングズということになるわけです。そしてこの男性の左腕ですね、比べてみてください。えー、縦にして、そして反転してみます。 そししてて拡大いますするとですね、この特に上腕に注意してください。右の方はですね、黒い影に隠れてますけども、やはりまあヒレがあります。そしてコブがありますね。中部らご覧ください。ミケランジェロはまあほとんど同じ腕をですね、このカシナの戦いの右端の下の男性に描いたということになります。特に中央の丸のヒレに注意してください。まあ、右の方は黒い影になってますから、見えにくいですけども、ヒレです。 で、左がイエスであるならば、右もイエスということになります。なあち、このような形で、えー、ミケランジローは、カシノの戦いの右端の下の人物がですね、イエスであることを示しました。が、このイエスはただのイエスではありませんでした。で、話を進める前にですね、ダヴィンチが解剖図をたくさん書き残しています。これがその中の一枚ですけども、まあ、この男性のやはり右腕、肩を見てください。ここに奇妙なコブがありますね。そして 上腕には奇妙なひれのようなものがあります。拡大してみますと、全く同じになるというのは大変奇妙なことだと思います。上腕のこのひれに注意してください。えー、ダヴィンチの描いた解剖図の男性にもそのひれがあります。中部からご,ご覧ください。ここが今日の重要なポイントということになります。なあち、メケランジョルの彫った彫刻と同じものをダヴィンチが解剖図として書き残していたということになります。そして、この左上にいる人物がこれがダヴィンチ。 自身であると私は判定、判断いたしました。いわゆる、まあ、私たち知っているダヴィンチの特徴を皆兼ね備えているわけですね。左がミケランジェロの歌詞の戦いの中の、えー、花冠をかぶった男性です。比べてみると、この両者は同じであることがわかります。割れた顎ですね、それからこけた頬、それからその耳の下にコブがありますね。つまり耳たぶのない小さな耳、耳の形も一致しています。 そしてこの鼻ですね、鍵鼻。それから鼻の先が2つに割れているところもダビンチの特徴です。鋭い目、細い眉毛。それから歯並びの悪い歯ですね。そして広い口。そして、まあまあ、頭ですね。そしてここにコブがありますね。これがダビンチの特徴ですね。まあ、こうしてダビンチの、まあ、違いがないという意味でね、もちろんポーズも同じですけども、違いがないという点で、この両者は同じ人物といます。同じえー 左がイエスであるならばですね、ミケランジロの書いたイエスであるならば、右の人物もイエス・キリストということになります。なあち、ダヴィンチはこのような形でイエス・キリストを書き残したということになります。では、この人物は誰かですけども、これはダヴィンチ自身なんですね。中部からご覧ください。でこの 絵はですね、3D、えー、いわゆる、まあ、あ画像処理ソフトではできない絵なんですね。というのは、他にも人物が映ってますから、ね、に書いてありますから。そしてここで注意してください。えー、左がダヴィンチの、まあ、絵ですね。そして中央が、これがミケランジロの描いた歌詞の戦いです。そしてそれと、えー、ペーター像のイエスとがこの腕を通して一致するということです。なあち、一番右がイエスですから、中央もイエス。なあち、その左のいるダヴィンチの描いた、まあ、人物もイエス。 とということになりますそしてこの,この人物は誰かといいますとダヴィンチ自身ということになります。これからそれを順に説明していきたいと思います。ここが重要ですから繰り返します。向かって右側がイエスです。それと同じ腕を持った中央もイエスです。そして向かって左側の男もイエスということになります。 向かかって左側が今から2000年前ののイエスの実像とということになりますそして向かって右側がその1500年後のイエスということになります。ベロッキオの描いたセント・ジェロームの絵ということになっています。しかし、この上両者は細かいところまで全く同じです。違いがないという点で同じです。そしてこうした像ですね。1500年後のイエスが 作りましたミケランジョロという操り人形を使って発表しました。このイエス、ピエタ像ですね。そしてその証拠を、えー、1500年後のイエスがアンギャリの戦いの中に残しました。中央下に描かれているのがこれがイエスです。処刑された替え玉のイエスです。頭からは血を流しています。後輪に コリンの騙し絵ということになるわけですね。そして、この手には聖魂が描かれています。このイエスの替え玉のイエスの左手の甲には聖魂が描かれています。つまり、殺されたのは替え玉のイエスであるということを1500年後のイエスがレオナルドという操り人形を使ってこのように表現しました。聖魂がありますね。アンギャリの戦いです。 そしてこの絵を注意深く見ていただきたいんですけど向かって右側にいるのは確かに馬ですしかしその左側にいるのは馬ではありません、まあ、奇妙な動物として紹介されている奇妙な、まあ、動物ですつまり向かって右側が人間の世界向かって左側がラム族の世界ということになりますこの人間の世界の馬に 貝玉のイエスが踏みつけられて頭から血を流しています。なあちイエスを殺したのは人間だということをレオナルドはこの絵を通して表現しています。色で分けてみました。向かって右側が人間の世界、向かって左側がラム族、つまりレプタリアン族の世界ということになります。そして階玉のイエスが殺され、それに激怒しているレオナルドがこの上に表現されています。上2人の 左側の人物はリオナルド自身の顔と一致します。つまり1,500年後のイエスということになります。詳しくは続く動画の中で説明します。でもう一度イエスの洗礼についての絵を見ていただきたいと思います。そしてこの事実を確認していただきたいと思います。 修復この絵は恐ろしい絵だということですね。そして中央に立っているのが替え玉のイエスということになります。このイエスが処刑されました。そして向かって右側に立っているのがこの絵の中では本物のイエスということになります。バプティストのヨハネです。このヨハネもやがて処刑されますが、その処刑されたヨハネもこれまた替え玉であったということになります。 常にこのように神々は替え玉あるいは操り人形を立てて活動していたということになります。で結論ということになりますがもう一度このチャートを見ていただきたいと思います。イスターですヘブライ語で。ヘブライ語ではマリもしくはマリアです。そしてシャマーシです。この2人が組んでキリスト教を立ち上げます。 キリスト教を立ち上げますそしてイスターもシャマーシュも替え玉を立てます。下2人は替え玉です。向かって左側が最後の晩餐のマグダラのマリア、そしてその右が岩窟の聖母の中のマドンナです。全く同じです。つまりこのような形でレオナルドは2人のマリアが同一女性であることを示しました。そして中央が 操り人形の階玉のイエス、そしてみがこの絵の中では、えー、イエスということになります。そして、操り人形の階玉のイエスは処刑されました。そして死んだのは階玉の方であるということを、レオナルド自身がこの絵を通して私たちに教えています。そして、向かってみ側のこの生首は、えー、ヨハネのものではなくて、ヨハネのものではなくて、階玉であったんだということを、この な礼拝堂の天井側を通して1500年後のイエスがですねミケランジェロという名前を通して私たちに教えているということになります。でその後イスターとシャマー氏は決定的な破局を迎えます。その様子を表したのが私はこの絵だと判断しています。向かって左側にいるのが男性と思われます。 向かって右側にいるのが女性と思われます。この2人の人物に注意してください。冷たいと言いますか冷え切った夫婦関係をそのまま表現しているような絵だと私は判断しています。そして中央にベロッキオとレオナルドの描いたヨハネの顔を置いてみます。右2人は全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。写真のように同じです。 注意深くご覧ください。やや角度、そして目の位置が違います。しかし同じ人物です。すなあち、この三者は一人の画家、1500年後のイエスによって書かれたものと私は判断しています。つまり、イエス、イエス、イエス。であると同時に、向かって右側、は、マリアを表しているとも、と考えられます。そして向かって左側、は、イエスを表していると考えられます。つまり、 この絵を通して、2、まあ、人の関係はですね、決定的にこうした関係になったということです。もう一度最後にこの2人の絵を見てください。冷たい感じがしますね。まさに冷え切った夫婦ということになります。これがイスターとシャマーすなわちマリアとキリストの関係ということになります。それを象徴的に表しているということになります。続く動画の中でさらに詳しく ca bye for now Jesus Christ left his messages in two sketches: one is the Battle of Kashina, and another one is. The Battle of Angari. These two sketches are said to have been sketched by Michelangelo Bonanuti and Leonardo da Vinci. These two artists were also puppet artists manipulated by Jesus after 1500 years in the Renaissance. But this is not today's point. Today's point is that Jesus left his messages in these two sketches as follows Jesus is resurrected on the Bible, and he's still alive. His proxy Jesus was killed by a Roman soldier, and Jesus was very much raged about it. Here you see this message with evidence, and also I point here in this video that his death date was calculated according to the numbers hidden in the sketch, The Battle of Calcina, by Michelangelo. Leonardo died on May the 2nd at age 67. I mean that his death date was concocted, which indicates that he did not die on that day. Leonardo was alive when Michelangelo sketched the Battle of Casina. The messages can be read that Jesus is still alive, keeping an eye on us. <Humans. S 2> イエスは2枚のスケッチを通してイエスのメッセージを残しました1枚はカッシナの戦いもう1枚はアンギャリの戦いですこれらのスケッチはそれぞれミケランジェロ・プラノティそしてレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたものとされていますが実際にはこれらの画家たちは 何も書いていてませんでしたこれらの画家は言うなれば1500年後のルネサンスに復活したイエスの操り画家ダ・ヴィンチにしてはシニョレリの一人二役の画家存在すらしていませんでしたがそれはともかくもそれが今日のポイントではありません今日のポイントはその1500年後のイエスがこれら2枚のスケッチを通してイエスのメッセージを 私たたち人間に残しとということで、す。で、そのメッセージというのは次のようなものです。私イエスは聖書により復活した。替え玉のイエスはローマの兵隊によって殺された。私イエスは心を痛め激怒している。が、それだけではありません。ミケランジロが書いたとされるカッシナの戦いの中には、 775027という数字が隠し込まれていましたが、その中から752という数字を抜き出し、レオナウドは自分の死亡日としたということです。レオナウドは67歳の5月2日に死んだことになっています。ミケランジェロなる画家がカッシノの戦いを描いたときには、レオナウドはまだ生きていました。まだ生きている間に、あらかじめ自分の 死亡日を決めていいたととうことになりますつまり、レオナルドなる画家はその日には死んでいない。そういうことになります。つまり、レオナルドなる画家の死亡日は捏造された死亡日であったということになります。以上、イエスからのメッセージをまとめると、こうなります。私は聖書により復活した。ローマ軍の兵士に殺されたのは、替え玉のイエスの方である。 私は心を痛め激怒している。私の死亡日は67歳の5月2日とする。その日に操り人形として働いたレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家は死んだことにすると。広林・浜祭ジャパンでは画面を見ながら説明します。神々の形図について。 おおさらいいいしておきたいと思います。バウンダリーストーンです。境界石です。かつてはこのような石が国と国の間の境界に置かれました。この境界石の頂点を見ていただきたいと思います。頂点にいるのは女神中の女神、すなわちイナンナ・イシュタールです。シュメールではイナンナと呼ばれていました。バビロニア、メソポタミアではイシュタールと呼ばれていました。その右隣にいるのがシャーマーシュ、太陽の神です。 イシュタールとシャマーシュは兄弟であったと言われています。シャマーシュの頭の周りを見てください。歴史上初めて後輪が現れるのはこのシャマーシュのレリフと言われています。そして太陽の光線が伸びています。そしてイシュタールは北条の神とか月の神とかいろいろな名前で呼ばれていました。頭に月の型をかたどった冠をかぶっているイシュタール像も珍しくありません。そして 右のシャマーシュは当然太陽の光線をかたどっています。イシタルとシャマーシュがキリスト教を立ち上げます。で、今ご覧いただいたのがこのバウンダリーストーンです。が、しかし、時代が変わると神々の形図にも変化が見られるようになります。これはもう一つのバウンダリーストーンですけども、中央に。 神つまりイスタールとシャーマーシュの父が立ちます月の神ですそして左にイスタール右にシャーマーシュが一致します八方向に伸びる金星がイスタールのシンボルマークそして太陽がシャーマーシュのシンボルマークということになりますでミトラ教の流星とともにですね危機感を抱いたのだろうと思いますけどもイスタールとシャーマーシュが組んでキリスト教を立ち上げます まあこの説は私、林博の説ということになりますけれども、それを裏付ける証拠が出てきました。えー、フランシス法王です。イエズス会出身の法王です。その右下が、これが、えー、フランシス法王の紋章です。その中央にイエズス会の紋章が描かれています。その紋章の左下にですね、イスタールすなわちイナンナの紋章が描かれています。八方向に伸びる星です。 金星、まあ、ですよね。で、中央に太陽の紋章が描かれています。まあ、このような形で図らずも、いわゆるまあ、イナンナ、イシタールと、それからシャーマー氏が組んでキリスト教を立ち上げたという私の説を裏付けることになりました。で、下がイシタール。上の太陽のマークがシャーマー氏ということになりまして、 まあ、イエススカイの方では、当然、イエスを中心に置いたわけです。そして、I が I、S が S というように、IHS の I は、えー、イシタル、そして S は、シャマシを表すということになります。なお、イエススカイというのは、イエスの仲間という意味だそうです。ここで注意していただきたいことがあります。 まあ、イシュタールとシャーマイシュが組んでキリスト教を立ち上げましたけどもイシュタールがマリアになったわけではありませんまたシャーマイシュがイエスになったわけではありません、まあ、イシュタールにしてもシャーマイシュにしても替え玉を立てました、えーまあ、替え玉を立てて人間との接点に置いたということになりますで例えばこれはミケランジェルが彫ったペーザ像の中のマリアですけどもこのマリアいわゆる人間あるいはハイブリッド どうだったかもしれませんけども、このマリアは替え玉だと。そして、イエスの替え玉であった、替、ま、え、あ、玉イエスがですね、処刑になったということになります。イシタール・シャマーュはその上にいたということになります。そして、左の流れはローマン・カトリックへとつながっていきます。で、右の方は、このいわゆるまあ操り人形であった替え玉のイエスはここで処刑されて、 死んだとということになりますそしてローマ時代にイシュタールはイースターと名前を変えます。つまり、もともとチャーチュームローマはイシュタール教の色彩が濃かった。それを、まあ、ローマ時代に変えたということですね。その証拠に言って言いますか、まああのー、イースターではです、ねまあ、卵とウサギをシンボル的に祝っています。もともと卵にしてもウサギにしてもですね、もともとは、まあ、ていすか豊か、多産。 を意味するということで、まあ、このようにそれに使われたわけですね。まあ、イースターエッグというふうにして現在知られています。でうさぎについてはですね、まああのまあ、いろいろな説がありますけれども、この論文の中にはこのようにあります。まあ、うさぎというのはですね神聖な動物であったとで月の女神。月の女神ですね、いわゆるイスター・ルイナンナを表していると。でうさぎを食べることは、まあ、禁止されていたというわけですね、基本的には。 まあ古代においては、まあ、神聖な動物ということになっていたんだそうです。そして、卵と同様、まあ、法上の問題を改善すると考えたということは、まあ、卵にしても、ウサギにしても、多産であるという点でね、いわゆる、まあ、あの、法上を意味したと。そういう意味で、イースターエッグというのが生まれたということですね。なので、イースタール、イコールイースターというわけです。その証拠というわけではありませんけども、左の像はこれ、イースタールです。右もイースタール像ですね。で、卵ではないと思うんですけども、卵のようなものをいっぱいぶら下げているということです。 まあこれがイースターの像、いわゆる北条の神という意味もありますからね。ですから、イースターではイースターエッグ、あるいはイースターラビットというものをシンボル的に祝うということになります。まあ、こうしてつながっているということですね。ルネッサンスという時代について少し考えておきたいと思います。まあ、ルネッサンスというとですね、 太陽の陽光がさん,さんと輝く素晴らしい時代であったと考えている人は多いかと思いますが本当にそうだったのでしょうかということになります例えば魔女狩りあの魔女狩りが最も盛んに行われたのがルネッサンスの時代ということになりますそしてその前後には数万人規模の、まあ、ローマンカトリックによる大量虐殺事件も起きています、まあ、それがルネッサンスという時代だったんですねつまり 政治と宗教がまあ結託してといいますか、その政治と宗教が一体となって一般民主を苦しめたということです。他宗教への弾圧も極めて過酷になされていました。まあ、そうしたのそうしたことをです、ね、象徴的に表しているのが魔女狩りということになります。まあ、それと1500年後にイエスが現れた。 ということと直接関係があるとは言い切れませんけども、まあ、なかったとも言えないのではないのかなというふうに、私、林博士は考えています。そういう時代を背景に、1500年後にですね、イエスが復活します。これはベロキオの書いた1500年後のイエスと私、林博士は判断しています。 レオナルドの書いた1500年後にイエスと顔が一致します。一般にはセントジェロームと呼ばれています。がそんな中一つの大事件が起きます。大物政治家であったピエロソルデリーニがですね、二人の画家に宮殿の壁画の制作を依頼します。上がピエロソルデリーニです。そしてその下が宮殿ですけども、二人の画家というのはレオナルドと ミケランジョロです。で、レオナルドとミケランジョロはそれぞれスケッチ画を用意します。左がアンギャリの戦い、そして右がカッシナの戦いということになります。なわち、レオナルドはアンギャリの戦いを用意し、そしてミケランジョロはカッシナの戦いをの絵を用意します。で、もし宮殿にですね、 二人の画家が背中に合わせに絵を描いていたとしたら、まあ、例えばこれはですね、左の方がアンゲンの戦い、そして右の方がカッシナの戦いの絵ということになります。しかし、私はこんなことはありえなかったと思います。つまり、えー、レオナルドとミケランジェロがですね、背中合わせに、まあ、別々の壁画を描くなどということはありえなかったと思います。ともに1500年後のイエスの操り人形であったからです。が大切なことはですね、右の ミケランジョロの絵が描かれたときには、まだレオナルドは生きていたということです。それがこの動画での一つのポイントになります。で、カッシナの戦いの絵とアンギャリの戦いの絵を簡単に比較してみます。ピエール・ソルデニーにはですね、この戦いの絵を描くように、 まあ、レオナルドとミケランジェロに依頼したようですね。で、ともかく上がカシノの戦い、下がーアンギャリの戦いの絵ということになります。まあ、輪郭も似ているということですね。まあ、これは偶然の位置かもしれません。まあ、大変、まあ、よく似ている絵ということになります。そして、カシノの戦いの方には775027という数字が隠し込まれていました。中部画ご覧ください。775027という数字が隠し込まれていました。 まあこれは私、林博士が発見したことです。そして、下のアンギアリの戦いの中にも、やはり隠し絵が仕込まれていました。一番わかりやすいのは、向かって右側に、ここに竜の絵が隠し込んでありますね。他にも十いくつ、十数個、私、林博士は発見しています。広は発見しています。そして、77はジーザスイエス、そして、5レイが復活、そして、27がバイブルという意味だそうです。まあ、このような形で隠し、 文字、そして隠し絵が仕込まれていたということになります。共に隠し文字、隠し絵という部分で、えー、共通性が見られるということですね。そしてこの右上の歌の戦いの右端にいる男と、それからアンゲルの戦いの中央にいるこの男性は同じ男性です。それを説明する前に少し帽子を固めておかねばなりません。これは ミケランジェロが彫刻したと言われているピエタ像です。このピエタ像の向かって左側、イエスの右腕に注意してください。奇妙なコブがボコボコと出ています。この腕と同じものがカッシナの戦いの中に描かれています。右下の足の皮をベロッと吐いているこの男に注意してください。頭に王冠をつけています。つまり、すなわち王であることを示しています。その男の腕を立てます。 反転しますそして拡大してみますとこのその腕は先ほどのペーター像のイエスの腕と一致しますでここも一つのポイントですから中深くご覧くださいひれのようなこぶができています普通はこんなこぶはありませんね中深くご覧くださいこのこぶですねそしてその下のこぶも一致していますこの下の方のこぶですね それから、まあ、全体に、まあ、コブコブでコブコブになっていますけどもここにもコブがありますねそしてその下の腕もやはり同じように描かれているのがわかりますなあち左がイエスですから右もイエスということになります繰り返します左がイエスですから右もイエスということになりますなあち右の人物もイエスということになりますつまりこのような形でミケ,ミケランジョロなる芸術家はですね、まあ その右下にいる男はイエスであることを表現しました。ここが一つのポイントですから、しっかりと確認しておいてください。左がイエスですから、右もイエスになるということですね。でそれと同じと言いますか、同じようなコブを持った人間をレオナウド自身が描いているというのも大変興味深いです。これはレオナウドが描いたとされるポーズの一部です。 まこのよよううに同じなコブと、それから一番左のコブですね。もう一度見てみます。えー、注意してみてくださいね。えー、このコブと、それから両方のコブを見比べてみてください。一致してますね。なあち、えー、レオナルドの書い,いた解剖図の男もやはりイエスということになります。全く同じなんですね。これをどのように理解したらよいかということですね。 左二つはこれ、ミケランジョルですからね。で、一番右はこれはレオナルドですからね。で、先ほど言いましたように、左下がイエスですから、あとの二人もイエスということになります。なおち、カシナの戦いのこの右下に描かれているこの男性もイエスということになります。頭には花冠をかぶっています。王者であることを示しています。まあ、こうして、まあ、イエス、イエス、イエスとつながっていくということですね。そして、右下の男も イエスということになります。もう一つ、帽子を固めておきます。2000年前のイエスの顔です。500年前のイエスの顔です。で、処刑されたのは替え玉のイエスということになります。まあ、マリアの 腕にに抱かれていいるるののは、買い玉のイエスととうことになるわけで、すね。で、上2人がイエスの実像ということになります。で、じゃあ、階玉のイエスが死んだという証拠がここにあるわけです。これはアンギャリの戦いの絵ですけども、馬に踏みつけられて、今にも息絶えようとしているのがイエスということになります。頭から血を流してますけども、これは後輪をかたど とったものだと考えられますいわゆる降臨ですよね。すなわちこれはイエスだということです。その証拠に、この男の左,上の左手の甲には、聖痕が描かれています。ここに聖痕が描かれています。つまり、このような形で、まあ、1500年後のイエスはですね、替え玉のイエスは死んだということを表現しています。 で、それを殺したのは誰かということになりますけども、それは右のローマ軍の兵士の帽子をかぶった男ということになります。その証拠がこの馬なんですね。右の方はこれは馬のようですけども、左の動物はこれは馬のようであって馬のようではないということになります。耳と口に注意してください。つまり分かりやすく言えば左がレプタリアン族、右が人間ということになります。つまり、 レプタリアンのイエスが人間の男に殺されたということをこのような形で表現しているということになります。まあ、もう少し分かりつけますと、ちょうどここで2つの画面に分かれるわけですね。右の方が人間、左の方がレプタリアンということになります。そして人間の方の馬の下にイエスがまあ踏,みつけられ踏みつけられています。なあち、イエスはこのような形で人間によって殺されたということを 表現しているということになります。で、もう一度この絵を見ていただきたいんですけども、イエスが今、生きたいようとしているということになります。そしてそれを、まあ、殺しているのがローマの兵士ということになります。で、この中央の男を見ていただきたいんですけども、 この男と、そして、まあ、この男を今拡大していますけども、この男と、それからレオナルドが別のところに書いている2000年前のイエスの自画像と顔を比べてみてください。細い花、尖った花、小さな小花、違いがないという点で同じ。すなわち、左のこの激怒している男は、 イエス自身ということになります。替え玉のイエスがローマの兵隊に殺されて、そしてそれを良しとしない本物のイエスがですね、まあ、激怒しているという様を表していると、私、林博士は判断しています。まあ少し前、イエスの怒りと苦悩という動画を作りましたから、詳しくはそちらの方をどうかご覧になってください。 右がが2000年前のイイエエス、スそして左が激怒してて左激怒いいるイエスととうことになります。で、いよいよ本題ですけども、この2000年前のイエスを見ていただきたいと思います。そして、先ほどからお見せしていますカッシナの戦いの右下に出てくる男と比べていただきたいと思います。顔が一致しています。そして、その男と。 ペーター像のイエスとつながっていきます。なあち、一番右がイエスですから、中央もイエス、そして左もイエスというふうにつながっていきます。一番左の男はイエスということになります。若いですから、2000年前のイエスと私、林博史は判断しました。で、中央がイエス、左もイエスということになっていくわけです。もう一度確認のために、 繰り返します。上がカシナの戦い、下がアンギャリの戦いです。で、このアンギャリの戦いの中に描かれている男と上の右の男とは同じ。そして下のその男とカシナの戦いの中に描かれているこの男は同じ。というふうにつながっていきます。すなわち、アンギャリの戦いの中に描かれている男と、それからカシナの戦いの中に描かれている男は同じ男。すなわち イエスということになります。こうして、まあ、連続性を持ってつながっていくということですね。ここが重要なポイントです。そして同じく繰り返しになりますけれども、ピエロ・ソルデリーニがですね、えー、レオナルドとミケランジェロに宮殿の壁画の制作を依頼します。そして、 レオナルドとミケランジェロはそれぞれスケッチ画を用意します。レオナルドはアンギャリの戦い、ミケランジェロはカッシナの戦いの絵をそれぞれ制作します。そしてこれらの絵は今説明してきましたように有機的につまり密接不可分につながっているということになります。いわゆる別々の絵ではないということですね。で輪郭も よく似ているということもありますけど、その中に775027という数字が隠し込まれている。下の方は今にも生きたいようとしているイエスが隠し込まれているということになりますで。77イコールジーザスイエス、それから50復活27聖書ということになります。つまり、このような形で上の絵はですね、イエスは聖書により復活したということを表しています。そして下の方の絵では、えー、いわゆる階玉のイエスが 生きたいようとしていると。そういったことを表しているということになります。つまり、2枚1組だということです。が、それだけではありません。もう一度、カッシナの戦いの絵を見ていただきたいと思います。この中には、一文字の形で数字が隠し込まれています。この足の皮をベロッと剥いているのがイエスということになります。ここにも皮は剥いています。ここに今、赤までつけたのはこれ、イシタールです。 その証明も別のところでしました。まあ、このように、顔を剥いでいる人たちがいる。なわち、顔を剥ぐタイプの人たちであったということになります、まあ。人間ではなかったということですね。まあ、脱皮と。そういうのを脱皮というわけですね。それでもう一つのカシナの絵を見ていただきたいんですけども、ここに、もう一つを見ていただきますと7、 先ほど77ですね。の7です。で、50。ここに0という字が、その右に0という字がつながって、そしてこの先ほどのイエスといった男が2を表しています。そしてもう一つ横に7がありますけども、この7502に注意,注意していただきたいと思います。で、繰り返しになりますけど、77がイエス、50が復活、27が聖書という意味だそうです。まあ、ともかくもこのような形で、この中に一文字が描かれています。で、 この中の7502をとって、レオナルドは自分の死亡日としたということになります。これが今日、重要なポイントですから、もう一度見てください。イエスは復活した。on、um, the Bible ですね。聖書にのっとりという意味です。まあ、こうした、いわゆる、まあ、メッセージがこの絵の中に仕込まれていたということになります。が、それだけではないんですね。今言いましたように、レオナルドは 67歳の5月、5番目の月ですね、名は。の2日に亡くなったということになりますか七77から7を取り、50から5を取り、そして27から2を取って、自分の死亡日としたということになります。で、この絵ができたのは、先ほど言いましたように、カシノの,の,シノの絵ができた時にはまだレオナルドは生きていましたから、なおち、まあ、死んだ後でしたらね、まあ、その命日を合わせて描いたということになりますけども、まだこの時レオナルドは生きてましたから、あらかじめ、 こういった数字が分かっていたつまりその日に合わせてレオナルドは自分の死亡日を設定したイコールその日にレオナルドは死んでいないということになりますつまりこのような形で,です、ねまあ、レオナルドと呼ばれていたレオナルド・ダ・ヴィンチというまあ架空の芸術家だったんですけども一応その日に死んだことにしてこの世を去ったことにしたというわけですレオナルドというのはシノレディの一人二役のもう一方の虚像の芸術の 芸術家だったとということになりますその証明も林博士が別のところでしました、えー。ともかくもこの750に合わせて、えー、レオナルドは自分の死亡日を決定したということになります。なちこの今繰り返しになりますけど、この絵ができた時にはまだレオナルドは生きていたわけですからね。ですから、まあ逆だったらその日に合わせて、 あのこうした数字を書き込んだということになりますけれども、あらかじめこの数字が分かっていたということになります。すなわち、レオナルドは67歳の5月2日には死んでいなかったということになりますなり。すなわち、あくまでもその死亡日も捏造された死亡日であったということになります。まあ、こうした、そうした謎もこの,絵,の絵から読み取ることができます。謎といいますかねあの。レオナルドの秘密を 知る手がかりを得ることができると思います。上がカッシノの戦い下が、右の方がですね、今、アンギャルの戦いです。そしてその上に君臨していたのがイエスです。2000年前のイエスです。右の方が1000、それから1500年後、今から500年前のルネサンスのイエスということになります。その証明も別のところでしました。ナーチコラは一人の、まあ、画家というよりもイエスだったんですね。そのイエスが 彫刻を作ったり、あるいは絵画を描いたりして、そしてその一方で、えー、人間の操り人形を利用して人間との接触を保っていたということになります。その証拠がいわゆるカシナの戦いとアンギャリの戦いの絵ということになります。まあ、このような形で1500年後のイエスはメッセージを残したということになります。繰り返しになりますが77502ならば イエス復活聖書。そして右の方の暗言の戦いの方は、いわゆる替え玉のイエスは死んだ。それを殺したのはローマ兵である。そしてそれに対して本物のイエスは心を痛め、大激怒しているということを、まあ、このアンゲ言の戦いを通してイエスは表現したということになります。これが、まあ、1500年後のイエスからのメッセージということになります。そしてその上にはイボット。 ボスニア語ですね。イタリアの反対側ですけども、その言語で生きているという隠し文字も仕込まれています。イボットです。ボスニア語です。なち、生きているという意味です。そして、操り人形の、いわゆるイエスは、替え玉はこのように地震だ。それを殺したのがローマ兵であると。そして、本物のイエスは大激怒しているということになります。心を痛めたのだろうと思います。 そういったその心の様子をこの2枚の絵を通して表現しているということになります。これがイエスからのメッセージということになります。そしてイエス自身はもうそろそろ消えるかということで67歳の5月2日に死んだことにした。その数字はミケランジョロの描いた絵の方にからその数字を取ったということになります。イエス復活聖書という中から 一つずつ数字を取って、そして67歳の5月2日に死んだということにした、イコール、その日に、えー、レオナルドは死んでいないということになります。もともと架空の芸術家ですからね、まあ、死ぬも生きるもないわけです。ということになりますね。まあ、ともかくも、その日に死んだことにして、レオナルド・ダヴィンシという人間の画家すなわち、1500年後の操り人形としての芸術家はこの世から消えたということに なった、あるいはそういうふうにしたということになります、まあ。そのように解釈するのはごく自然な流れではないかと私、林氏は考えています。以上がイエスからのメッセージということになります。バイ Paintings were commissioned from Leonardo da Vinci and Michelangelo Branotti by Piero Stoderini, a statement of the Republic of Florence. They are intended to be frescoes painted on the walls of the Salon de Cinquecento in Palazzo Vecchio. Both are to be decorated by Leonardo and Michelangelo, who are commissioned to depict. The Battle of Angari by Leonardo and the Battle of Casina by Michelangelo. This fact indicates that when Michelangelo was commissioned, Leonardo was still alive, which is a very important fact for today's story. Florence's政治家, Piero Soderini, was two gaka, レオナウド・ダヴィンチとミケランジェロ・ブラノティの二人に二枚の壁画を描くように依頼しました。それら二枚の絵はパラゾ・ベッキオにあるチンクエッセント宮殿の壁画として飾られる予定でした。ダヴィンチはアンギャリの戦い、またミケランジェロはカッシナの戦いを描くように依頼され、これら二人の画家は それぞれ正確なスケッチを書き残しましたがここで重要なことは2人の画家がピエロ・ソデリニに絵の依頼を受けた時には当然のことながらまだ2人の画家は生きていたということです特にミケランジェロがカッシナの戦いのスケッチ画を描いた時にはダ・ヴィンチはまだ生きていたということですここが重要です ミケランジェロはそのカッシナの戦いの絵の中に775027という数字を隠し文字の形で書き込みましたキリスト教会用語で77はイエス50は復活そして27は聖書を意味しますつまり聖書によりイエスは復活したとでここが重要です その775027の数字の中からダヴィンチは572という数字を抜き出しそれを自分の死亡日とあらかじめしましたダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったということになっていますがその死亡日は775027つまり 聖書により、イエスは復活したという数字の中から取った3つの数字によって、あらかじめ、捏造された死亡日だったのです。つまりダ、ダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことにして、この世を去ったということになります。さらに、言えば、この死亡日はダ、ダヴィンチ自身によって、あらかじめ、 捏造されたものであり、従ってダヴィンチはその日には死んでいないということになります。もっとわかりやすく言えば、ダヴィンチはまだ生きている間に自分の死亡日を775027に合わせてあらかじめ用意していたということになります。さらに言えば、ミケランジョロはダヴィンチの正体を知っていました。つまりダヴィンチは 1500 775027年後のイエス自身でであったわけです。、つまり聖書によりイエスは復活したというのはそういう意味ですだからカッシナの戦いの中でミケランジェロは王冠をかぶったイエスを表現しましたつまり王の中の王という意味です カッシナの戦いの中の向かって右端で足の皮をベロッと剥いでいるのがダヴィンチつまり1500年後のイエスということになります一方ダヴィンチはアンギャリーの戦いの中でやはり隠し絵という手法を用いて頭から血を流しているイエスを表現しましたイエスは死んだ と言わんばかりの絵です。その手の甲には性魂がついています。注意深くご覧ください。つまりこうして、私は死ぬ、あるいは死んだ、と。が、これら二枚の絵画が鎮血戦と宮殿の壁の両側を飾っていたとしたら、どうなっていたことでしょうか。 が、当時の二人の関係を知れば、そういうことはありえませんでした。そのありえないことが、そのチンクエセント宮殿で起きようとしていたのです。ダ・ヴィンチの正体を知ったミケランジェロ、自分の正体を見抜かれたダ・ヴィンチ、1500年後のイエスであるという正体をミケランジェロによって見抜かれたダ・ヴィンチ、それゆえにダ・ヴィンチはこの世を去ったことにしようとした。 であえて775027の中から3つの数字を選び自分の死亡日とした。67歳の5月2日です。繰り返しますがだからこの死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめあらかじめ捏造された死亡日ということになるのです。つまりダヴィンチはその日には死んでいない。 そしてダヴィンチが1500年後のイエスであったことを考え合わせるなら、そのイエスは現在の今もこの世界のどこかで生きているということになります。私、林博はそのように判断しました。広志林、ハーママシティジャパン。 それでは画面を見ながらもう一説明します。これが、えー、ピエロ・ソデ・リニです。英語の方では、えー、ステイトマンとなっていました。すなわち大物政治家という意味ですね。そのソデ・リニがですね、二人の画家、すなわち、えー、ダヴィンチとメケランジロに壁画を描くように依頼した。 ということなんですね。これがその宮殿です。中央にあるのは宮殿です。この宮殿、まあ、どこかわかりませんけどもね、えー、どこかの壁画を描くように依頼したわけですで、ダヴィンチと、まあ、ミケランジェロがそれに応じたということになります。で、ダヴィンチの方はですね、えー、アンギャリの戦い、そして、えー、ミケランジェロの方はカシナの戦いの絵を描くように依頼されたと。で、左下がこれがあのアンギャリの戦いです。そして右が、えー これがあのシーの戦いです、まあ。ですからダヴィンチもミケランジェロも正確な,なんて言いますかスケッチ画を、まあ、最初に描いたということになります。で、これがその宮殿ですね。で、まあ、このどこかの壁画として、えー、描かれたあ、まあ、描かれていた人たすねこのようになっていたというふうに、まあ、ちょっと私が絵を貼り付けてみました。まあ、左に、まあ、ダヴィンチ、右の方にミケランジェロの絵という、まあ、壁画ということになります。 まあ実際にこんなことはありえなかったと思いますね。まあ、その理由はまあお祝い話していきたいと思いますけども、ともかくもこのようにしてまあ引顔、引き顔を、まあ、もし書かれていたとしたらねで、しかしここで重要なことは先ほど言いましたように、その右の,そのミケランジェロの歌詞の,の戦いの絵が、引き ま、のいわゆるスケッチができたときには、ですねまだダ・ヴィンチは生きていた,生きていたと、生きていたということは重要なんです。というのは、その右のですねカシナの戦いの壁画の中には、まあ、隠し文字の形で数字が隠されていました。林ですす、えー、よく見ますとねこ 最初の私、7という数字に気がついたんですね。それから、あと、簡単。もう一つは、上に棒を持った人がいますでしょう。その棒あの笛のような棒を持った人がいますね。その棒を先を伸ばしてみたら、それぞれの数字に行き当たったということです。まあ、そこからの発見しました。まあ、裏話ということになるわけですけどもね。それで、7502という数字が浮かんできたと。 そして一番右端にいるのがこれダヴィンチだということはその前に分かってましたからね。顔の顔が一致しましたのでダヴィンチだということは分かってましたので、まあ、これはダヴィンチであるとね。7502という数字がですね、ダヴィンチのまあ死亡。 年々ですねそれから5月2日という数字につながったわけです。で、ダヴィンチは67歳の5月2日に、まあ、亡,くなった亡くなったということになるわけですね。というのはもうこの、この絵そのものがですね、カシナの戦いの、ミケランジョロのカシナの戦いがです、ね、の絵がですね、ダヴィンチが亡くなる前に描かれているということですからね。ですから、7502に合わせてダヴィンチが死んだということになるわけです。 逆だったらね、例えばこの絵がダヴィンチの死んだ後に描かれたとしならばミケランジェロはダヴィンチの死亡日に合わせてその数字を書いたということにも考えられるわけですけども。 そうではなくて、この絵そのものがですね、ダヴィンチが死ぬ前に書かれていたということになりますと、7502に合わせて、ダヴィンチが、まあ、あの自分の死亡日を設定した、あらかじめ設定したというふうに、まあ、考えられるということですが、まあ、しかしこれだけではまだ十分じゃありませんよね。で、7502の他にですね、まだ数字がありますね。一番右の方は私、これ初め1と読んだんですけどもね、7750、まあ7か1かなというふうに読んでたんですけども、7502、数字一番右の方にも7がありますね。そして、775027という数字が浮かんできたわけですね。この この775027の意味をですね、まあ、ある方が調べてくださいまして、777はチーザスである、イエスである、50はあ復活、それから27は失聖書という意味だということを教えてくださいました。と,ということになりますと、この、まあ、775027を、まあ、どういうふうにあとはね、組み合わせて解釈するかですけども、イエス、 る復活聖書ですから、聖書によりイエスは復活したというふうに取れるわけです。その775027を取ってダ、ダヴィンチが自分の死亡日とした。すなわち、まああの、あらかじめ752を取って、その意味はですね、私は実はイエスだったんだよということを、そのまあ数字の中にまあ織り込んだということになるわけです。もう一度繰り返しますと、ダヴィンチは、えー 67歳の5月ですね。5月2日に亡くなっていると。だから752が浮かんでいく。その752という数字をですね、アーカルジ・メソのミケランジェロは、まあ、その死亡日とは死亡 なるとは思ってなかったんだろうと思うんですけども、その七七五零二七という数字をですね。すなイエスは聖書により復活して、その聖書の右端にいるのがダ。ダビンチである。ダヴンチを、まあ、王冠をかぶったダ。ダビンチを描いたということになるわけです。イエス。いわ,いわる、まあ、ダヴンチがイエスであり、イエス、まあ、ダビイエスがダ。ダビンチとして復活したと。そういうことを聖書に、まあ、聖書によって、そういうことが。まあ、予言されたように復活したんだということを。ミケランジェロは、この。カシノの戦いの中で、まあ、表現したということになります。これで謎が解けました。 そして、まあ、その77502ならどこから来たかというと、今言いましたように、ミ、えー、ケランジュラは当初はイエス復活聖書その絵を見てです、ね、ダヴィンチが752を取って、自分の死亡、あらかじめです、ね、死亡日として、その日に死んだことにしたというふうに考えられるわけです。で、これがダヴィンチですよね。 でこれがアンギャリーの戦いですけども、このもう一度見ていただきますと、このこれはあの森本聡さんという方がね、この絵を見て、まあいろんな絵が隠されているんですけども、こうした絵も隠されているよということで教えてくださったものです。この頭のこの円形がですね逆さまにしますと、これがハロー、氷になるというわけですね。そして、そのこの人物の、まあ、向かって右、左手には、ですね手の甲には精魂があります。 かご覧くださいこれはそれによってこの人物がイエスであることを示しているわけです。で、まあ、血のように見せかけています。これは隠し絵ですね。このアンギャルの戦いの中には私が発見しただけでも十数個の隠し絵が隠されています。そしてこの手の甲,手の甲にはあのあの、まあ、いわゆる聖痕があります。なあち、この人物はイエスであり、まああのー、イエスがまさに、ね、馬に踏みつけられて、真対応とし、ししししまあ、まさに、まあまあ 死に,死,の死に対応というのもおかしいですけどね。生きてますからね。なんて言ったらいいんでしょうか。ともかく、まあ、の死,死にそうな状態を描いたということになるわけですね。そして手の甲には成功が残っているということです。このような形でダヴィンチはアンギャリの戦いの中で、これはイエスであり、イエスはまさに死ぬところですよということを、まあ、私たちに、まあ、メッセージとして残し,た残したということになりますで。結論ということになりますけれども、その前にもう一回のあの知っておいていただきたいのは、これがあダヴィンチの、まあ、捏造された 画像ですここに今4人の、まあ、人物像を紹介しますけど、これは皆、ダ・ヴィンチ自身ですね。まあやはりまあ、比較して、まあ、細かいところを精査していただくと分かりますように、違いがないという点で同じ人物だということなんですよ。あのこうしたあの、まあ、顔というのはそういうものなんですよね。あのそれぞれぞの表情を見る角度 年によっても違いますからね。ですから、まあ、あの違いがないという点で同じということに判断し,していきます。まあ、上と右のダヴィンチの絵は似てますね。で下がダヴィンチの実像、真ん中の下がダヴィンチの実像と判断しています。というのは、この絵だけはです、ね、他の人物と一緒に、まあ、描かれているという点ですよね。ならち、まあまあ、3D モデリング方式ではできないということです。そして、まあ、ダヴィンチの特徴をみんな。 この後にもう一回その同じことをつなげておきますから、またよろしかったらご覧になってください。そちらの方で詳しく説明いたします。いわゆる鋭い目つき、三拍岩ですね、それから和シバーナー、それからあの割れた顎ですね、まあ、そういったことです。これがまあ左,上左にいるのがダヴィンチということになります。で、このダヴィンチがですね、その、 いわゆる、まあ、ミケランジェロのカシナの戦いの右下に書かれている。そしてそのダヴィンチは足の皮をベロッと吐いている。そして、まあ、あの頭には王冠をつけているということになるわけです。まあ、左にまあ王冠をつけている、まあ、ダヴィンチの絵を皆さんに見ていただきますけど、やっぱり同じなんですね。あのー いわゆるまあ角度も同じですし、この耳が特に注意していただきたいと思うんですね。耳というのは非常に個人差の大きい部位でしてね、そしてあの同じように書かれている、まあ、小さな小耳といいますかね、耳たぶのない耳、それからあのこの耳にしてのこぶのがありますね、これもダヴィンチの特徴です。そしてまああの、顎が二つに割れている歯並びのある歯、大きな口、それから鋭い目、それからあの細い眉毛ですね、そういったところにダヴィンチの特徴があるということです。なあ、これら二人は同じ人物、なあ、右がダヴィンチですから、左もダヴィンチということになっていくわけです。 で,すね、で、その左の、まあ、ダヴィンチの絵顔がですね、先ほど言いました、カシノの戦いの右下に書かれて、しかも繰り返しになりますけれども、王冠と言いますかね、あの花をかむっていうち、この中の、いわゆるレプタリアンの群像と私は呼んでいますけれども、レプタリアンの群像の中の王、いわゆるキングであることをこのような形で、ミケランジェロは表現したというふうに私は判断しています。もう一度これ見てくださいね、あのあ体がですね、ボコボコのいわゆるレプタリアン独,独特のですね、コブだけの、 人間ですね。これはあの人体の美を追求した絵ではありませんよ。で結論ということになります。これがあのピエロ・ソル・ソデリーニですね。で、このまあ大物の政治家が宮殿の壁画を飾ってくれると、まあ、あの2人の画家に依頼したと。 そして2人の画家がそれぞれスケッチ画を残したということですね。しかし、まあ、ダヴィンチとミケランジェロが、ね、背中を合わせに絵を描くなんてことはあり得ないわけですからね。ダヴィンチがそれを許さなかっただろうと思いますね。まあ、実際、その壁画は両方とも完成していませんね。ですから、スケッチ画しか現在見ることはできませんけども、そのスケッチ画に基づいてこの壁画を描こうとしたわけですね。まあ、左か右かわかりませんけども、たまたま私はまあ左の方にアンゲルの戦い、右の方にカシナの戦いの絵を並べていました。このような形で、もし完成しているわけですよ。こんなことになったわけですけども、まあ、2人とも自分 自分でで絵を描かかないい人,人でしたからねねてません、ね、あの全部まあコンピューターグラフィックスのような、ね、高度な機器を使って描いていましたから、まあ、こうして背中を合わせにペン、筆を持って、ね、絵を描くなどということはありえなかったわけですしまだ、ね、立場上ありえなかっただろうと思います。それについてはまたおい,おい説明していきますけれどもともかくもこの中に775027という数字が書き込んであったとでそれはイエス、復活、聖書という意味であるとそしてその75その2を取ってダヴィンチは自分の死亡日を描いたわけですね。 ああ、とうとう、私の正体をあのミケランジョロに見抜かれてしまったか、仕方ないな。マリアともうまくいってないし、長い,いしすぎたようだ。だったら、67歳の5月2日に死んだことにして、まあ、ここから去るか、というふうにダヴィンチが考えたということになります。少なくとも、67歳の5月2日にダヴィンチは死んでいない。イコール、現在の今も、この世界のどこかに、 生きている可能性が大変高いということになります。いかがでしたか Bye for now. Here in this video, it's my pleasure that I Hiroshi Hayashi can explain about a very important message from Michelangelo Bonanotti, a message hidden in the sketch of the Battle of Cascina, in which we can read that Leonardo did not die on the day of May the second in 1519, and Leonardo himself was Jesus Christ after 1500 years. Himself. カッシナの戦いの絵はもともとは壁画として描かれる予定のものでした。ダヴィンチの描いたアンギャリーの戦いの反対側の壁に描かれる予定だったと言われています。が、その壁画は描かれることはありませんでした。 現在私たちがカッシュナの戦いと呼んでいる絵はそのスケッチ画ということになります。ミケランジェロの弟子がそのスケッチ画を正確に模写していました。そのカッシュナの戦いの中にはダヴィンチの秘密に関する重大なメッセージが隠し文字として書かれていました。えつまりダヴィンチは1500年後のイエスでありまた少なくともダヴィンチは一般に言われているように 1519年の5月2日、67歳で死んではいませんでした。その死亡年月日はダヴィンチ自身によって捏造されたものです。つまり、まだ生きているということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスでした。そして、1519年の5月2日には死んでいませんでした。つまり、イエスはまだ生きているということになります。広し市、浜松市ジャパン。 もともとはですね、カッシナの戦いの絵はですね、パラゾ・ベッキオにありますサロン・ディ・シンクエ・セントの壁画として描かれる予定のものだったようです。で、ミケランジェロがそのスケッチ画を描いたわけですけども、弟子の一人がそのスケッチ画をコピーしていました。現在私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのコピーした絵ということになります。まあ、これがそのカッシナの戦いの絵ですけども、ここに中心にいるのがダヴィンチ自身です。 足の皮をベローと剥いでいます。靴下を履いているわけではありませんよ。で、ミケランジェルです、えー。ミケランジェルの書いた右下がカシナの戦いです。で、その前に、話を進める前に、一つ大変重要なことを皆さんに話しておかないといければなりません。これが、まあ私たちが知っているダビンチの自画像ということになります。ダビンチは生涯において、 たった1枚しか肖像画を残さなかったと言われていますけども、実はその逆で彼の描いた絵のほとんどが自分をモデルにして描いたものだということです。まあ、どこかで説明しましたけども、3D モ,、まあね、モデリング方式ですね。現在、私たちが言う 3D モデリング方式でいろんな絵を描いていました。ここに紹介する4人もすべてリオノード・ダ・ヴィンチです。えー、4人とも。 まあ共通してです、ね、同じ特徴を持っています。そして比較してみると分かりますように、違いがないという点で同一人物だというふうに林博史は判断しました。この説明もこの続くビデオの中でしますので、えー、興味のある方はどうかそちらでご覧になってください。要するに今言いましたように、まあ、似てる、似てないというレベルではなくて、違いがないという点で同一人物と判断しました。まあ、まあ大きなっていますか、鍵花。 それから、頬の下のコブ、耳の下にも多くのコブがありますね。それから、頬骨、それから、歯並びの悪い歯、それから、細い眉毛、などが、まあ、リオネル・ダ・ヴィンチの特徴です。そうした特徴をみんな持っています。で、特に、中央下のこの人物に注意していただきたいと思います。これが、リオネル・ダ・ヴィンチの私は素顔だと思います。というのは、周りに人がいますから、これは 3D モデリング方式ではできない絵なんですね。ですから、これが、リオネル・ダ・ヴィンチの真の顔ということになります。で この絵の中にそのレオナルド・ダ・ヴィンチがいますけども、カシナの戦いですね。ここにいるのがレオナルド・ダ・ヴィンチです。まあ、先ほど言いましたように足の皮をベロッと剥いでいます。そして頭には王冠をつけている点にも注意してくださいね。そして反転してもう一度まあ比較しています。右が先ほど言いましたようにレオナルド・ダ・ヴィンチの素顔。 とということになります。そして比べてみますと、やはり違いがないという点で、これら両者は同じ人物なうち、左の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ポーズも同じですね。で、まあ、これがもともとはミケランジェロの書いたスケッチ画のコピーであるという点に注意してください。そして小さな耳ですね。耳というのはですね、個人差が大きいものですから、このように塗るということは大変、まあ、あり得ないということですが、珍しいことですね。大骨、それから小さな小鼻。 それから、あのわしばなですね。大きな口。それから、顎が、まあ、2つに割れてますね。まあ、そういったところを、まあ、注意してみてください。なおち、左の人物は、リオナルド・ダ・ヴィンチということになっていくわけです。まあ、これはもともとの絵ですけども、もう一度、まあ、ここで比較しています。 国境の重要なポイントということになりますから、皆さんにもぜひ確認しておいていただきたいと思います。で冒頭の動画の中で見せました、まあ、ダヴィンチが左ということになります。そして反転して比べてみますと、やはり同じ、当然同じですけどもね、まあ、こうしたコピーが残っているということですね。そして比べてみますと、こ,これら両者は同じ。なわち右がレオナルド・ダヴィンチですから、左もレオナルド・ダヴィンチということになります。 チューブからご覧ください。そして、皆さん自身で納得していただきたいと思います。まあ、あのダビンチの特徴っていうのはあのまあ、私たち知っている人。画像にはその特徴を皆は,みんな,はみんな持ってますけどもね。あの元々は同一の一つのモデルから作られたまあ、人画像といいますか？エラということになります。 なあち、繰り返しになりますけど、んがレオナルド・ダ・ヴィンチですから、左もレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そして、このダ・ヴィンチの頭を見ていただきたいと思いますけども、冠をかぶって、その冠には花がついています。まあ、こういう形でですね、えー、ミケランジョロはこの人物がレオナルド・ダ・ヴィンチであり、そしてこれの、まあ、私がレプタリアンの群像と呼んでいる、この群像の中の王者、すなわち、まあ、キングであることを示しています。なあち、レオナルド・ダ・ヴィンチが、えー 王者ということになるわけですね。ここが重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。まあ、こうしたそしてこのレプターレの群像の中の人間はみんなボコボコとコブがついていて背中にひれのある人、それから皮を剥いている人が2、3人います。 まあ、少なくとも人間ではないということですね。そして隠し文字の話をしたいと思います。まあ、これ一文字とも言うんですけどもね、人間の、まあ、体で,です、ね、文字や数字を表すというわけです。これは LOVE、すなわち LOVE を意味しています。同じように、えー、この中に、えー、隠し文字、すなわち数字が仕込まれています。まあ、これを発見したとき、私は本当に震えました。757ですね。そしてここに5が隠れています。そして0ということになります。 中部からご覧ください。2です、ね、すす。ね。一文字ですで、7502という数字に注意してください。上にはイボットといって、ボスニア語で生きているという意味が隠し込まれています。それについてのビデオはこの後につなげておきます。7502ですね。まあ、今,日今は750に注意してください。で、750に注意して、この数字を並べてみますと、えー、ダヴィンチの死亡日と一致します。レオナルド・ダヴィンチは67歳の 5月2日にに死んだことになっていますなわちこの日に合わせてダ、ダヴィンチは自分の死亡日を捏造したということになります。と言いますとね、まあ、この絵を描いたのが、ダヴィンチが死んだ後ということになりますと、ミケランジェロンはそれをしていて、この中に囲んだというふうにも取れますが、そう判断するのはちょっと待ってくださいね。要するに、レオナル・ダヴィンチは、ここにも書きましたように、5月、なわち5番目の月の,、えー、の 2, 2日に亡くなっている。 67歳ですから67歳で5月2日に亡くなっているということになってますね。皆さんのまあご存知の死亡日と一致します。しかし、この死亡日も実は捏造されているということになるわけです。でさらにこの隠し文字を読んでみますと、さらに両側に7という数字があるのが分かります。 それに、この775027の意味をですね、調べてくださった方がいらっしゃいます。アタムさんという方ですけれども、775027の数字の意味をですね、調べてくださったところ、77はイエスの代名詞です。50は復活の代名詞です。そして27は聖書の代名詞ということがわかりました。まあ、このように、まあ、キリスト教徒たちはですね、数字によって言葉を表していました。なあ、ちイエスは 聖書にに従えば復活するという意味になりますなわち、この日に合わせてダ、ダヴィンチは自分の死亡日を設定したということになります。なわち、ミケランジェロン、後で7502を書き込んだのではなくて、あらかじめダヴィンチは自分の死んだ年、67歳の5月2日にというのは,は、もともとは聖書によるイエスの復活ということを、その中に、まあ、自分の死亡日の中に織り込んだということになります。 なあち、ダヴィンチは1500年後の自からイエスであったということをこのような形で告白したということになります。そしてその日に合わせて67歳の5月の2日にまあこの世を去ったことにしたわけです。なあち、ダヴィンチはこの日には死んでいないということになります。少なくともね。と同時に、ダヴィンチは1500年後のイエスということになりますから、今,現在今も生きているということになります。もう一度この、えー、カシナの えー、絵を見ていただきたいと思います。これは、十五百四十二年に、まあ、コピーされたものということになっています。でこの頭の戦いについて、いろいろな説明がなされています。けれども、まあ、それはそれとしておくおかねばならないと思います。まあ、これが頭の戦いですね。 AKR428B さんからこのようなメールをいただきました。まあ、このような、ねまあ、番組があって、このカシナの戦いについていろいろと説明されていたと、まあ、報告してくださいました。まあ、一般にはこのように理解され、説明されています、えー。どうかお読みください。 もともとカッシ,シナの戦いというのはですね、えー、ダヴィンチが予定していました、えー、アンギャリの戦いの、まあ、反対側の、まあ、向かって、ね、反対側の壁画として、えー、描かれる予定のもとだったようです。ならち、えー、ダヴィンチがアンギャリの戦いを描き、えー、ミケランジョロがカッシナの戦いを描く予定だったようですね。まあ、がしかし、このカッシナの戦いの絵は、ですね、まあ、ミケランジョロを妬んだ人によって、まああの もともとのスケッチ側ですね、破壊されたというふうに、まあ、あの言われています。で、まあ、このような説明が、えー、テレビのでまで、まあ、NHK の方で、えー、説明されていたというふうにね、まああの、メモをして報告してくださいました。一般的にはこのように説明されているということです。 でそっくり同じことがウィキペディアの英語版の方にも書かれていました偶然の1と思われますまあ興味ある方はその都度ポーズして読んでみてください、まあ、要するに林博の説とは全く違うということですね もちろん隠し文字ディスカバードバイ、discovered by 林博です。で、結論ということになりますけども、順に並べて考えてみたいと思います。上のカシナの右下に書かれているのは、これはレオナルド・ダヴィンチ自身であるということです。そして頭には王冠をつけています。なあち、このレプタリアンの群像の中の蝶ということになります。なあち、ダヴィンチがその蝶であったということを、ミケランジェロはこのような形で示したということになります。 そして、ミケランジェロは頭の戦いを通して、そして7502という数字を織り込み,り込みました。なあち67歳の5月2日に亡くなったダヴィンチのことを意味しています。しかし、その7502はですね、ダヴィンチの死亡日に合わせてここに描き込まれたものではなくて、そもそも775027という数字がですね、復活、イエス、聖書という意味だということが分かりました。 すなわち、その日に合わせてダヴィンチ自身が自ら自分の死亡日を決めたということになります。なわち、67歳の5月2日という数字は、ここから生まれた。すなわち、その日に合わせてダヴィンチが自分の、まあ、死亡日を捏造した。すなわち、言い換えますと、ダヴィンチはその日には死んでいないということになります。そして、復活ということを、まあ、 ダヴィンチ自身が意識していたということになりますと、ダヴィンチ自身が1500年後のイエスだよということを自らがこういう形で、まあ、あの死亡日を通してです、ね、表現したということになります。自分の死亡日を通してです、ね、自分はイエスの復活した姿なんだよということをダヴィンチ自身がこのような形で告白したということになります。ですから、5月2日には死んでいない、少なくとも死んでいないイコール いかがでしたか ?Bye for now!Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story starts with a mail from Mr. A.K.R. 4285-san, a mail in which Mr. A.K.R. 4285-san has reported about a program broadcasted on NHK. The program was on the Battle of Kashina, painted by Michelangelo Branotti. My idea is, however, quite different from these ideas mentioned and explained in the program, and here is my answer to the very mysterious painting by Michelangelo Branotti. It is up to you which one of our ideas you take to believe, mine or Japanese scholars. akr 4285 カシーナの戦いについてのものですが、おととい NHK でその絵画が紹介されていたというのです。私が今まで説明してきた解釈とは全く違う内容のものだったようです。AKR4285 さんからのメールをそのまま紹介させていただきますが、その内容はウィキペディア百科事典の英語版そのままであることに驚きました。 その英語版もそのまま紹介しておきますので、興味のある方はどうかお読みください。で、それはともかくも私の説と NHK の説、どちらを信じられるかは皆さん自身の問題ということになります。皆さんご自身でどうか判断してください。続けて私が以前作りましたビデオをそのまま紹介しておきますので、そちらもどうかご覧になってください。で、私の率直な感想です。 私はあのウサギとカメの話のカメということになります。世界がまだ眠っている間に私はこうしてさらに前に進みます。AKR428 5 3からのメールを読み私はそう感じました。AKR428 5 3どうもありがとうございました。ということで今、AKR428 5 3からのメールを皆さんにこうして紹介しています。まあ、トークを指さし敵の襲来を告げるもの。 というふうに書いてありますね。そして、まあ、ラタイ彫刻の美を、まあ、追求したものであるというようなことですよね。で、ウィキペディアの英語版の方にも全く同じことが書いてあります。まあ、まあ、さらに言えばですね、英語版の方がさらに詳しいということですね。その前後のかん、まあ、ことをですね、詳しく説明しています。 まあ、このあたりから同じになってくるんですね。Army was initially taken by surprise. 突然の襲来に驚くと。まあ、そういったこと、内容ですね。そして、サルン、ピサン、アタックと。まあ、それにはね、ピサンの攻撃、突然の攻撃でね、えー、そちらの方向を指さしているという表現も次に出てきます。ここですね。p o i n towards t、uh, a ピサンポジションと。ピサンの方角を指で示していると。 まあ、そういった様子を表したものだ。そしてここにね、Naked Male Figure と、まあ。裸のね、まあ、人間といいますか、男性の像を、まあ、このような形で、えー、ミケランジェル・ブラノティは追求していると。そういうことですよね。まあ、続くビデオをどうかご覧になってください。判断なさるのは、先ほども言いましたように、あなた自身ということになります。Bye for now。Hello. This is Hiroshiyashi Hamamatsu, Japan. Leonardo da Vinci was Jesus Christ after 1500 years. It's evidence and proof. ダビンチは1500年後のイエス・キリストであったかもしれないという話です。これが皆さんご存知のイエス・キリストの洗礼の絵です。ダビンチが他の画家と一緒に描いた絵だと言われています。で、次。 にですね、これがダビンチ自身ががいいたと、まあ、証明されれていますす老人の絵ですこれが私が証明しましたダヴィンチ自身の素顔です。そしてこれが皆さんご存知の、まあ、ダヴィンチのイメージですね。でこれらの絵を比べてみますといろいろとまあ何て言いますかあ分かってきます。でその前にですね神々の形像を簡単におさらいしておきたいと思います。 これがシュメールの神々のケ図です。ここにいるのがエンリルです。まあ地球の支配者ということになるわけですね。シュメールの時代には。そしてエンキがいます。そして孫にあたるのがウツです。太陽の神です。そしてイナーナですね。ここではクイーンオブヘブンと。 天,国天,天と地の女王ということになっています。これが続くバビロニアにおける神々の形図ですけれども、この部分を拡大してみます。上の部分をね。そうすると、イシュタールが頂点に立ちます。イナンナンが頂点に立つんですね。そして、祖父にあたるエンリルがその下に下ります。イエエアですね。これはエン木のことです。そして、ウツはシャマーシュと名前,名前を変えます。太陽の神です。 で、イシュタールが頂点に立ちます。えー、八方向に伸びる金星の、まあ、星の形がですね、イシュタールのシンボルマークということになります。そして、この両者を比べてみますと、えー、両者って上がシュメールで下がバビロニアです。で、エンディルがここに来ます。で、エンキンがここに来て、そして、ウツがですね、太陽神のウツがシャマーシュがここに来ます。そして、イナンナはイシュタールと名前を変えます。 というかまあ呼び名が変わるわけですね。変えたというよりも。それで、この神々の経図、もう一度ここを見ていただきたいんですけども、うつがいわゆるシャマーシュになります。太陽の神です。そして、イナンナがイシタールになります、まあ。兄弟ということになるわけですけどもね。ただ、あの人間の世界と違いまして、神々の世界ではまあ、人間のようにセックスして、妊娠して、出産という関係ではありません。えー そしてこれがギリシャ神話における神々の形図です。で、この形図を見てみますとですね、まあ、この形図そのものがですね、私は正しいというふうには思ってませんけれども、一応まあこの形図に従って話を進めたいと思います。で、この黄色い部分ですね、重要なのは。で、上がタイタン族、ティタン族ですね、下がオリンピアンズです。いわゆるゼウスチー 頂点とすするオリンンピアンですねで。ヘリオスはここにいます。これが太陽神ですね。そしてここにレアがいます。豊、ま、穣、あの神とも言われています。で、これを並べてみますと、まあ、こういう関係になりますね。シャマーシュがギリシャ神話ではヘリオスになると。そしてレアが、ごめんなさい、イスタールがギリシャ神話ではレアになると。 ま、レアというのはあのヘヘラ、ヘラにもなり、また、アルテミスにもなります。先は、あのー、兄弟関係というのは、人間の兄弟関係というのは当てはまりませんね。まあ、それは、あの、どこかで説明しましたんで、ごめんなさい。で、このティタン族とあー、オリンピアンズは対立関係にあって、そして結果的に、えー、ティタン族が敗北します。と同時に、ヘリオスは太陽の座を奪われます。そして、えー、ゼウスの息子の アポロが太陽神につきますそこでですね、ここで重要なことは、アポロと、それから、えー、ミトラが同一神であるということですね。でこれはあのギリシャ彫刻の特徴なんですけども、忠実にまあ顔を表現しています。それは 3D プリンティングテクノロジーを使っていたという一つの証拠になるわけです。左がアポロで、右がミトラということになります。この両者の顔を比べてみてください。髪の毛は無視してくださいよ。で、アポロとミトラとは 全く同じなんですね。ということは、ギリシャ彫刻はですね、こういう形でアポロとミトラは同一神であることを示しました。なわち、まあ、ギリシャ神、ギリシャ彫刻は立体彫刻による、まあ、歴史書ということになるわけですね。で、ギリシャの神々はこういう形でアポロとミトラは同じですよということを、まあ私たちに伝えているわけです。となると、ここで、まあ、 いろいろと問題が出てくるんですね。アポロはヘリオスの後をついて,って言いますか後を,、まあをまあ、取ってですね、太陽神につきます。そしてミトラはミトラ教を起こします。そして、全1世紀にはペルシア全域を支配する、まあ、大きな、まあ、勢力をあ持つわけですね。で、そのアポロとミトラが同一神である。これが一つのポイントになるわけです。 で、アポロとミトラは同一神である。まあ、これはあのギリシャ彫刻によって証明されるわけです。となると、ここで問題が出てくるんですね。全1世紀にまああのアポロが、まあ、いわゆるミトラがですね、ミトラ教を起こして、ペルシャ全域を支配する。で、まあ、当初はですね、ミトラ教は、このバビロニア、シュメール、 それから下のメソポタミアですね、全域で勢力を伸ばします。で、負けたティタン族の方のですね、ヘリオスはどうなったかという問題が出てくるわけですね。まあ、ヘリオスう、なわち、イナンナのウツの弟とか兄のウツですね。それからあ、これがイスタールですね、イスタールとシャマーシュです。シャマーシュ、ウ、ま、ツ、あ、がシャマーシュと名前を変えるわけです。 そして、イ,イスタール、それからシャマーシュはヘリオスと、まあ、ギリシャ神話では呼ばれるようになります。で、このミト,ミトラ教に対して、イスタールとシャマーシュはキリスト教を立ち上げます。で、いわゆるそのヘリオスはですね、イエス・キリストと語るわけですね。で、キリスト教の方ではですね、まあ、キリストはですね、30歳以前のキリストの所在というのは全く不明なんですね。それもそのはずなんですね。はい。 で、勢力を伸ばして、ミトラ教に対抗するわけです。こうして両者の確実が深まるわけですね。で、ミトラは12月25日、当時の日に母、アナヒータの諸女会談の下で生まれ、そして3人の賢者がやってきて、ミトラの誕生を祝います。そしてイスタールはですね、ローマ国境、チョーチオブローマがですね、国境となると同時に、イスタールはイースターと名前を変えます。 現在、カトリックではですね、イースターを最大のお祭りとしているのはそういう理由によるものです。もともとキリスト教といいますか、ね、イスタール教というのは、イスタールが中心となり、ヘリオスを抱き込んで立ち上げた宗教ということになります。そして、教義、その他、あの内容はそっくりそのまま、ミトラ教のそれをまあ持ち込んで、自分たちの宗教を立ち上げたということになります。で、 もともとイスタールというのは、法上の神、女神なんですね。豊かな。多産で、い産ことは結局卵と、それからウサギ、まあ多産ですよね。を象徴としてイースターを祝うようになったわけです。そこでもう一度見ていただきたいのは、ミトラ教とキリスト教の関係です。まあ見ていただくとわかりますように、えー、全く同じなんですね。ただ、ミトラ教の方がキリスト教よりも古いということですよね。で、生まれたのもマヤであると。誕生日も12月25日である。 ということはあるわけですねそしてミトラは奇跡をいろいろと起こしてみせます。それはキリスト教と同じです。そしてただ最後の晩餐はね、ミトラは最後の晩餐をして天井へ帰っていきますけども、まあ、キリストの方は処刑前夜にやったということになっています。でこうしてみますと、キリスト教は全くまあ ミトラ教洗礼ももともとミトラ教のものだったわけですね。で、地下や洞窟で、えー、神事を行うのもやはり同じです。ただ、立場はですね、あのミトラ教は太陽神を祀っていますけども、えー、エルシャダイ、ナチキリスト教の方は、えー、誰が神であるかは明確にしていません。 で、こうした流れがですね、やがてフリーメイソンと、えー、キリスト教の対立へと繋がっていきます。左がミトラ教、右の方がキリスト教の流れということになりますね。で、イシュタールはあーマリ、エジプトではマリ、それからヘブライ語ではマリアとなります。そして、えー、まあ、イエス、ヘリオスと組んでキリスト教を立ち上げます。 そして左の流れはフリーメイソンリーとつながっていきます。そして右の方はチ h u r c h r その後のカトリック教会へと、カトリック教と、まあ、教会というかカトリック教とつなが,つながっていきます。ローマンカトリック、カトリシズムですね。とつながっていきます。で、このマリ、マリ、いわゆるマリアはどうなったかと言いますと、えー、その後、まあ、行方不明ということになるわけですね。 マリアもそれからキリストも商、ま、店、あ、というか天へ登っていくわけです。が、それでまあ地,球地上から消えたと言いますか、消えたわけじゃないんですね。そして1500年後に、えー、イスターのことを知っている、大変よく知っている、えー、人物となって、まあ、この世の中に再,あの出て再現するわけですね。で、彼の名前はレオナルド・ダ・ヴィンチであると。私はそのように、えー 仮説を立ててみましたが、これはまた妙なことに、えー、いろんな事実と符合していくんですよね。で、この老人を見ていただきたんですけども、これは誰かということなんです。で、右がいわゆるその洗礼を受けるイエスキリストですね。一見違った顔に見えますけども、細部を見ていきますと、大変よく似ているのがわかります。まあ、部分的な部分にこう比較してみますと、ですね。まあ、同じであるというふうに判断します。 まあちょっとね、右の方は若いし、左の方は老人ですから、比較しにくい部分もありますけども、丁寧に見ていきますと、同じなんですね。そして骨格ですね、えー。肩の上に三角形のくぼみができてると。そういった部分に皆さん注意してください。そして人間にはない剣がここにありますね。左の老人にもその剣があるんですよ。 脇の,脇の下の上ですよね、にあると。なあち、右のイエス・キリストは左の老人と同一人物ではないかということになります。まあ、ほぼ同一人物と私は判断します。そ,そして、そしてこの顔が私があの調べ上げましたあダヴィンチの顔とつながっていきます。小さな耳、耳たぶのない耳ですね。これはもう一度後で簡単に精査していますが、他の顔で、このいわゆるコブのつき方、それから広い 口って言いますか、ね、で、鼻が途中で、まるで足腹になっていると。といったところですね。そして、下顎がぐっと前に出ている。で、目の鋭さ、三白眼というところを注意してみてください。となると、真ん中の老人はダヴィンチということになりますし、右のイエス・キリストはダヴィンチ自身を模したものだということがわかるわけです。 特にあの首の上の方からね、付け根の方から、あーいわゆるなんていうんですか、三角形に近い、あのー、太い、まあ、首になっているところにも注意してください。で、まあ、ここであの、ちょうど人間の写真を出しましたけども、これはあのただ参考のためですけども、頬骨と言いますかね、あのー、が異様に太いということです。こういったところも共通しているということを皆さんにお見せしています。 でダヴィンチのじゃあ真の顔はどんな顔だったかですけど、これは皆さんがご存知のダヴィンチの顔ですけども、あーこれは 3D モデリングで作られた、まあ、顔ですね。というのはですね、あのこれ今お見せします4人の顔は細部、ね、にわたって全く同じなんです。ということは、この年齢差がかなりあるにもかかわらず、こうした特徴を共通して持っていること自体がありえないことなんですよね。まあ、それにありえないことが起きているわけです。 ということは、真ん中の上の皆さんが持ってらっしゃるダベンチの顔はですね、いわゆる、まあ、機械的に、すか、3D モデルの方法で作られた顔だということになってくるわけですね。で、まあ、こうして、まあ、の顔の部分的な部分,部分をですね、比較してみますと、酷、ま、似、あ、しているというレベルを超えて同じだということです。細い眉毛がね、上ピンと上がっているところ、それからほくろがあるところ、皆さん自身でこの丸を追い,追いかけながら検証してみてください。 なあち、ダヴィンチという人はですね、一枚しか肖像画を残さなかったのではなくて、自分以外の顔は描かなかったというふうに考えるのが正しいということになります。なあち、ダヴィンチはですね、すべてと言っていくらい、すべて自分をモデルにして、絵を、あの、人物像を描いていたということになります。ここに大きな、その、なってますかね、あ錯誤のあ原因があると思います。 すなわち、ここに4人にいる、まあ4人だけじゃないんですけどもね、ここにいる4人もですね、同一人物、すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチであるということです。そして、この顔なんですね。左が今言いました、ダ・ヴィンチの顔。これいいですね。4者同じですから。そして、この老人とも比べてみますと、これがまた耳の形。注意深くご覧ください。みんな同じなんです。 ちょっと変わった耳の形しますね。そして、えー、耳たぶんが非常に小さい。小さいというか、ほとんどない耳ですよね。そして、頬にも特徴があります。くぼみにも特徴があります。という顔、まあ、顔なんですけど、これが、あの、先ほど、イエス、キリスト、洗礼を受けるイエスのキリストの顔と、 同じだということを同じというか、まあ、ちょっとあの比較しにくい部分もありますけれども、ほぼ同じだと私が判断したものです。まあ、幅の広い口、何かしらこう歯並びが悪い感じがしますね。そして人間には、あまあ、ないことはないんでしょうけども、見られない太い、まあ、剣ですね。そして大きな首の付け根から三角形が出ています。そして髪の毛の生え方。 順に見ていきますと、あ同じだというふうに、まあ、皆さんもお気づきくださると思います。コブの作り方。なわち、右の男性は、リオナルド・ダ・ヴィンチ、彼自身だということになりますね。そして、この顔がですね、イエス・キリスト1500年後の顔というふうに考え、私は考えます。なわち、すべて一人のダ・ヴィンチだということです。 ここがポイントなんですねで。真ん中の中央の顔は作られたイメージですけども、まあ、これは私たちが持っているダヴィンチのイメージということになりますそれにもう一人この老人の顔が加わりますそしてこのダヴィンチはマリアがイシュタールであることを知っていましたこれが受胎告知の絵ですけども私が ここに、まあ、奇妙な足を発見いたしました。ここの矢印のところに注意してください。この矢印のところを見ますと、妙なって言います奇妙な、まあ、足の先がです、ね、出ています、まあ。これも誰も気がつかなかった。イコール言い換えますと、この事実を知っていたのはダヴィンチ自身ということになります。そして私しかいませんよね。 まあ今はもうこうして発表してしまいましたから、多くの方が知るところとなりましたけども、ここにマドンナの足が出ているということです。そしてこの足はダヴィンチ自身が描いた解剖図われている足と一致するわけですね。皆さん自身で比較してみてください。なあち、ダヴィンチはマリアの正体を知っていたわけです。なぜ知っていたかということを、まあ、もうちょっとあの考えながらこの絵を見てください。 こうした隠し絵手法は、ノレッリも使っています。これがダヴィンチの書いた、まあ、足の骨格,骨格図ですけども、これは日本では熊の足ということになってますけど、これは熊の足でないことはもう証明いたしました。人間の足、プラス、まあ、人間にはない、まあ、爪があるということですね。で、二人のマリアの話です。ダヴィンチはですね、えー 聖母マリアとマグダラのマリアが同一人物であったことを知っていました。なぜそんなことを知っていたかということですよね。上が岩屈の聖母です。聖母子。下が最後の晩餐んの絵ですね。中央にイエス・キリストがいます。その向かって左側にマグダラのマリアがいます。これはもうマグダラのマリアっていう風うに考えるのが主流ですね。上が聖母マリアです。 そして、この両者を比べてみますと、全く同じなんですね。左が最後の晩餐に出てくるマリア、右の方が岩窟の聖母子の中のマドンナということになりますよね。あのまだイエスが子供ですから。左の方はあの、まあ、最後の晩餐のマリアです。ですから、まあ、もし左がです、ね、マドンナであれば50歳を超えてるはずですけどもね、全く同じなんです。 そして、衣服もマリンブルー、マリアのブルーの服を着ています。皆さん自身でご確認ください。ということは、ダヴィンチはですね、マグダラのマリアと聖母マリア、すなわちマドンナが同一女性であることをこうして私たちに示しているわけです。が、なぜそうなのか、なぜこんなことを私たちに示しているのかということになりますよね。すなわち、えー、ダヴィンチはマリアの、両方のマリアのね、正体を知っていたということです。 で、同じことをミケランジョロも知っていました。まあ、どういう形か知りませんけども、えー、ミケランジョロもそれを知ってたわけですね。これがあの聖母子です。右の方がピエタ像です。で、両者のマリアの間には30、少なくともね、40年近い年月が経ているんですけども、この両者のマリアは全く同じです。皆さん自身でご確認ください。 本来なら、右のマリアはですね、五十数歳になっているはずですよね。キリストが33歳で処刑されたということになっていますからね。プラス、えー、妊娠した時の年齢を足せば、そういうことになります。が、まあ、右のマリアは全く年を取っていません。で、これに対して、まあ、キリスト教の方ではですね、聖母マリアは年を取らなかったというふうに教えています。 なあち、右の方はマグダラのマリアってことになりますし、左の方は聖母マリアってことになります。なあち、ミケランジェロもこの両方のマリアが同一女性であることを知っていました。なぜかなぜかなぜか疑問がどんどんと膨らんでいきますね。で、ダヴィンチの話に戻りますが、下がミケランジェロ。で、ダヴィンチはですね、 えー、聖母マリアとマグダロルマリアが同一女性であることをこうして絵にしてみせました。そして、ミケランジェロは彫刻にして、それを私たちに教えています。なぜかなぜか。裏を返しています。なぜダヴィンチがこんなことをしていたかということになります。もう一、結論ですけども、もう一度ここで見てください。なぜダヴィンチはこのような、学んいますか、足をですね、 取材告知の中に書き込んだのかということです。言い換えますと、ダヴィンチはそのマリアの正体をしていたということになります。と同時に、えー、ダヴィンチは岩窟の、えー、聖母というものを書いたわけですね。で、マリというのは、まあ、魔女で、そして、えー、洞窟に住んでいるということを当時の、当時の <laughs> イタリアでは常識でした。そして聖母マリアとマグダラルマリアは同じであると。と同時に、えー、ウツはイナンナの、まあ、兄弟。 そして、イナンナがイシタールとなるわけですね。なあち、この左のイエス・キリストと言われている人は、ウツなイナンナの、まあ、はい、兄弟ということになります。そして、この老人は1500年後のイエス・キリストというふうに考えるわけです。そして、これがダヴィンチの、まあ、素顔ということになるわけですけども、この三者は、まあ、大変というレベルを超えてよく似ています。 そして私たちが知っているダヴィンチの、えー、まあこれが、まあ、顔ですね。以上を総合しますと、どうやらダヴィンチという方はですね、1500年後のイエス・キリストではなかったかということになるわけです。巨大な謎ですから、順にまた考えていきますけども、まあ一つの突破口と言いますかね、一つの、まあ、テーマになれば、 皆さんのね、謎解きのテーマになれば大変嬉しいです。ということで、thank you very much for watching and bye!Hello, this is Hiroshihaya Shi, Hammam City, Japan.Jesus Christ after 1500 years.Leonardo da Vinci was a Jesus Christ.1500 年後のイエス・キリスト l e o n a r d da Vinci はイエス・キリストであったという 仮説です、まあ。その話をする前に少し外堀を埋めなければなりません。シュメールにおいては、アヌオが頂点に立ち、エンリルが生まれ、延期がそれに続きます。こうした流れの中から、いわゆる月の神、月の女神から、いわゆるイナンナが生まれます。北上の神。 と呼ばれています多産で、多産ということはたくさん子供を産むという意味ですね。多産で、そして大地、まあ、に恵みをもたらす神ということになるわけです。が、そのイナンナはやがて力を持ち、頭角を表し、ペルシア全域を支配するようになります。これがイナンナです。バビロニアではイシュタールと呼ばれています。 マリですねエジプトではマリ、ヘブライ語ではマリアとなって、やがてキリスト教を立ち上げます。バビロニアの経図を見ますと、イナンナ、イシュタールが頂点に立ちます。向かって右にいるのがサマーシュです。太陽の神です。ヘリオスと考えると分かりやすいですね。イシュタール、イナンナです。 が、ヘリオスはやがてその座を奪われます。ヘリオスで注意したいことはですねまあ歴史の中で初めて降臨を頭に持っているということです頭の周辺を見てくださいその降臨がやがてキリスト教へと引き継がれますキリスト教キリストがですね頭に降臨を持っているのはヘリオスの 流れを組むものだということですねこういうことからサマーショが、いわゆるヘリオスがキリストになったというふうに私は考えています。が、アポロがやがて太陽の神の座につきます。ヘリオスはタイタン族です。そしてアポロは,アポロはですね、オリンピアンですね。いわゆるゼウスの 一派ですで、まあ、力がアポロの方があったものですからヘリオスは太陽の座をアポロに譲ります。アポロイコールミトラです。ギリシャ彫刻は神ゲの歴史をそのまま表したものですね。ですからアポロの顔とミトラの顔は同じです。しかしヘリオスの顔とは違います。で、全1世紀頃にはミトラ教がペルシャ全域を支配します。これは12月25日に ミトラがアナヒータから生まれた時の様子です。三人の賢者が集まり、そしてミトラを祝福します。ミトラはメシアというふうにキリスト教では呼ばれます。アイオ・プロメテウスはアイオ・プロビデンスと言い換えられます。マドンナはマリ・イナンナ、私の夫人というふうにローマ時代に言い換えられます。そしてイシュタールはイースターと名を変えます。現在、 カトリックではイースターを最大のお祭りとしているのはそのためです。イスタールがヘリオスと抱き込んでキリスト教を立ち上げます。で、ご存知のようにイエス・キリストは張り付けに処せられ、その後復活します。そしてさらに、それから1500年経って、ルネサンスの時代にもう一度イエス・キリストが現れます。聖涯府のイエス・キリストですね。左がヘリオスです。そして、 聖外腹です聖外腹から復元図が作られそしてイエスの顔が再現されました向かって右側の眉毛に注意してくださいヘリオスイエスは眉毛が少しポんと上がってますねこれが特徴なんですでミケランジェロはそのことを知っていたみたいですねこれがヘリオスの向かって右側に目に注意してください これはピエタ像です。ペータ像のイエス・キリストもやはり向かって右側の眉毛がぴょんと上がっているのが分かります。よくご自身でご確認ください。言い換えますと、ミケランジョロはイエス・キリストの正体を知っていました。イエス・ミケランジョロだけではないんですね。 聖外符はダヴィンチが作ったものと私は考えています。聖外符のイエス・キリストは向かって右側の眉毛が上がっています。同じようにペータ像のイエス・キリスト像も向かって右側の眉毛が上がっています。リオナルド・ダヴィンチについて。リオナルド・ダヴィンチはこうした同じような肖像画を まあ5枚残ししててまますすね右下のは反転してありますですから反転も元に戻しますと上の絵と区別がつかなくなりますね 3D いわゆる、まあ、モデリングっていいますかこの場合はプリンティングテクノロジーを持っていたと思われます全部向かって右側の目が眉毛がぴょんと上がっていますダヴィンチは明らかにイエス・キリストの正体をしていました眉毛に注目してください ダンンチとミケランジェロ。上がダヴィンチの作った生涯をから起こした絵下はピエタ像から、まあ、がミケランジェロが作ったピエタ像のイエス・キリストです向かって右側の眉が上がっていますそれはまさしくヘリオスの眉毛でもあったわけですねさらにこれは ダメンチの描いた最後の晩餐の絵ですけども、またこれが岩窟の聖母ですね。この？最後の晩餐に出てくる。いわゆるマグダラのマリアと、そして岩窟の聖母の中に描かれている。マリアは全く同じです。この2枚の絵を通してダヴィンチはマリアと聖母マリアと。 マグダのマリアが同一女性であることを私たちに伝えています。これは大変なことなんですよ。キリスト教そのものを根底から揺るがすような事実かと思われます。皆さんご自身で比べてみてください。両,両方ともマリンブルー、すなわちマリアの もっと言えばローマ時代には悪魔と恐れられたマリアのマリンブルーの衣服を着て身にまとっています。マリアは高い山の洞窟に住んでいました。人々に大変恐れられていました。そうしたマリアの正体をダヴィンチは知っていたものと思われます。ですから、岩窟というにつかわしくない 場所にマリアを置きました。では、ミケランジェロはどうだったでしょうか。左は聖母子ですね。マリアと、あまだ幼いイエス・キリストです。右は十字架から降ろされたイエスを抱くマリアです。年齢で計算しますと、右のマリアは50歳を超えてますね。しかし、顔は全く同じです。 マリアは年を取らなかったというふうに教えられていますけれども、左は聖母マリア、右は,右はマグダラのマリアということになります。つまり、ダヴィンチもミケランジェロもマリアの正体を知っていました。ですから、共に同じ女性で表現しています。聖母マリアイコールマグダラのマリアということを、こうした作品を通して私たちに伝えています。では、 イエス・キリストはどうであったか上がダ・ヴィンチの素顔ですこのダ・ヴィンチの素顔とヘリオスの顔を見比べてみてください向かって右側の眉毛がポンと上がっているのはわかりますねなあちダ・ヴィンチの眉毛も上にピョンと上がっているということなんですここが重要ですねではダ・ヴィンチとミケランジェロどちらが イエス・スキリストに近かかったかといえば、ミケランジェロは歴史的にも調べれば調べるほどといいますか調べる必要もないほど人間でしたしかしダヴィンチは謎に包まれていますヘリオスの眉毛とダヴィンチの眉毛を比較してみてくださいこ,れこのことからもわかるように私はダヴィンチイコールヘリオスではないかという強い まあ疑念と言いますかを持つようになりましたがダビンチはこんな絵も残していますこの絵とダビンチが手助けして書いたと言われている洗礼の絵,の絵の中に表現されているイエスと比較してみてくださいこの両者は同じなんですね一見違った絵に見えますけども細部を一つずつ丁寧に追いかけますと 左のの老人ととと右のイエス・スキリストは同じであるるこにに皆さんもお気づきになると思いますつまりダヴィンチはこれら2枚の絵を通してというよりもこれはもう写真に近いんでしょうけどもイエス・キリストイコール左の人物左の人物イコール実はダヴィンチ自身であったということを表現しています。 ダヴィンチの顔と比較してみます。一番左がダヴィンチの素顔です。何度も精査していきました。小さなまあ、耳たぶのない耳。それからエラはエラと言いますかね。何かしら？エラの張った方、ここにくぼみがあって口が細く長く。そして鼻も特徴があります。鼻にも特徴があります。 こうして見比べてみますと、左の二人は同じであることがわかります。そしてその顔は、ダヴィンチ自身が書いたイエス・キリストの顔と繋がっていきます。こうして並べてみますと、ダヴィンチは何を言いたかったか、すなわち、イエス・キリストは私であるということを こうした絵を通して表現したのではないでしょうか。特にこの頬骨に注意してください。ダヴィンチの頬骨はですね、太く大きく、真横に、まあ、あります。これは一番右は超頭人間の頬骨ですけども、人間よりも長く、それから大きいですね。まあ、その超頭人間と関係あるかどうかは分かりませんけども、 イエス、それから、この、まあ、私はこれを真ん中のはですね、ミラノのセムシ男だと思っています。と、ダヴィンチはドイツ人物であるということですね。ということになりまして、1500年たったルネッサンスの時代に、イエスはダヴィンチとなってこの世に現れたと私は考えています。あくまでも仮説です。 どうも、最後までお聞きくださいまして、ありがとうございました。thank you very much for your watching and see you again next time。bye。hello。this is 広瀬林。浜松 city japan。シャマーシュヘリオス。ジースクラス。ジーザスクラスボスヘリオス。古代ギリシャ神話の神々は。彫刻という形で、神々の歴史を私たちに残そうとしました。 言い換えますと彫刻を見れば古代の神々の歴史が分かるというわけです。まずヘリオス。ヘリオスはアポロンに太陽の神の座を奪われるまで太陽の神としてこの地上に君臨しました。しかしアポロが太陽の神の座につくとヘリオスはその座を奪われます。これがヘリオスです。ヘリオスはよく アポロと混同されます。しかし、ヘリオスとアポロは別人です。そのことは、彫刻を比較すればわかります。これがアポロです。アポロは、ゼウスとヘイラの子供として生まれます。アルテミスと双子の兄弟として生まれます。 アポロです。アポロとヘリオスを比較してみます。顔が違いますね。ヘリオスは細長い顔をしています。アポロはそれに比してやや丸っぽい顔をしています。こういう形で私たちは神々を区別することができます。次にミトラです。ミトラ教のミトラです。ミトラの像は ややポーズを変えて同じようなのが5体残っています。これがアポロです。右がミトラです。比較してみてください。ややと言いますか丸っぽい顔。額の様子、それから口。 輪郭そして花、長い花ですね。こういう形でギリシャの、まあ、彫刻はですね、アポロとミトラが同一人物であったということを私たちに教えています。古代ギリシャ、家系図を見ます。ゼオリンピアン p の家系が中央下にあります。 The ンピアンの家系の中心にいるのが言うまでもなくゼウスです。その妻がヘラです。そのゼウスとヘラの間から双子の兄弟として生まれたのがアポロです。一方、ヘリオスは The タ,タンズの家系で生まれます。家系が違うわけですね。ですから、アポロが太陽の神の座に着くとヘリオスはその座をね、去らねばなりませんでした。 で、その当時、神の、神々の世界はどうなっていたかと言いますと、これがバビロニアの神の世界です。頂点にイスタール、イナンナがいます。そしてその右にシャマーシュがいます。太陽の神です。これが、右上がシャマーシュ、太陽の神の紋章ですね。もうわかりかと思いますけども、バビロニアにおいては、シャマーシュが太陽の神。それをギリシャ神話の中では、ヘリオスと 表現したわけであります。では、アポロとヘリオスの関係です。左が！アポロ右がヘリオスです。アポロはゼウスのまあ、直径の子供として太陽の神の座に着きます。で、ヘリオスはその座をアポロに明け渡します。アポロはメトラのことです。 太陽光線が7本ありますね。これは大変珍しい絵なんですけども、えー、ヘリオスの後、まあ、輪をですね、アポロが放っているという絵です。顔の周りに輪が見えますね。アポロが輪をつけています。ヘリオスと今度はイスタールの関係ですけども、イスタールは頂点、月の神です。そして、 シャーマーシュは太陽の神です古代バビロニアにおいては月の神の方が地位が上でしたそしてイシュタールはシャーマーシュをまあ抱き込んでそして宗教を起こしますこの図をよく見てください頂点にイシュタールがいます月の女神ですそしてシャーマーシュ太陽の神がいます でシャマーシュの頭の周りに降臨があるのに注意してください。歴史上降臨が現れるのはこの像が初めてです。シャマーシュはイスタールとシャマーシュは組んでそして宗教を起こしシャマーシュはイエス・キリストと語るようになります。そののシシャマーシュの降臨が イエス・キリストの降臨となって今に続いています。これが物的証拠ということになります。すなわちイシュタールイナンナ、女神中の女神、そしてシャマーシュがイシュタールイナンナと組んで宗教を起こしたということになります。それがキリスト教の原点ということになります。これが、 シシャマーシュです右がイエス・キリストですその実はそのことをですねミケランジョロもダヴィンチも知っていましたこれはヘリオスすなわちシャマーシュの彫刻ですねギリシャ神話ではこのような形でギリシャの神々はですねこのような形で 私たちに歴史を伝えよう用しました。向かって右の目ですね。上にニり上がっているところに注意してください。これはミケランジェロのホッタ・ペーター像です。もちろん 3D プリントグテクノロジーを使っています。このキリストの顔を見てください。向かって右、このキリストの左目が、毛が上にデり上がっているのわかりますね。こういう形で、 キリストイコールヘリオスであることを神々が私たちに伝えようとしました。同じようにダヴィンチもいわゆる聖涯符を作ります。この聖涯符に映されたイエス・キリストの顔の再現図です。同じように向かっているのが、なーちイエス・キリストの左目が上に上がっているのがわかりますね。なーちミケランジェロもダヴィンチも イエス・キリストの正体を知っておりました。すなわちヘリオス、すなわちシャマーシュということになります。では、結論をお話しいたします。イスタルイナンナ、すなわちマリはヘブライ語でマリアになります。そしてシャマーシュと組んでキリスト教を がし,しかし当初からキリスト教であったかどうかということについては私は疑問を持っています。当初はイスタール教であったと思われます。その証拠にローマ時代にイスタールはイースターという風に名前を変えて現在に今でもキリスト教においては最大のお祭りになっています。チャーチンローマはローマンカトリックと名を変えそしてイスタール教はキリスト教と名を変えます。左にいるのがイスタール・イナンナそして右にいるのが イエス・キリスト、すなわちヘリオス、すなわちシャマーシということになります。まあ、端的に言えば、イエス・キリストはヘリオスだったということになります。今日お話したかったことはこのことです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama c i t Japan. The Agony of Leonardo da Vinci. ダヴ Vin ィンチの苦悩。私はこの二枚の絵を比較するまで、ダヴィンチというのは教会側に立った、つまり抑圧側の画家として、あれは芸術家として捉えていました。 しかしダ・ヴィンチはこの2枚の絵を通してマグダラのマリアとそして岩窟の聖母子の中のマドンナがですね同一人物であることを私たちに伝えましたこれを私は知った時もちろんこれは私が発見したことですけども私はその奥にダ・ヴィンチの底知れぬと言いますかもう想像絶する苦悩を感じることができました これはレオナルド・ダ・ヴィンチです。そしてそのダヴィンチに果か敢かなく挑戦していったのがミケランジョロなんですね。ミケランジョロはそうした苦悩、ダヴィンチの苦悩を知らず、まあ、挑戦していったわけですけども、ダヴィンチ自身も実はアンチクライストだったんです。ね。まあ、そのことをこれからおいおい証明していきますけども、アンチクライストでながら、 そしてカトリック側で絵を描き続けたダヴィンチの苦悩はまさに想像を絶するものだったと思います。今日はその苦悩を皆さんにも分かっていただきたいと思いビデオを3本紹介します。どうかご覧ください。 Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamasuri, Japan. In this video, I would like to talk about the mystery of uh, uh, Michelangelo Buonarroti at, at Capella Sistina. What did he want to talk to us? The secret of Renaissance. Here is the story about him, and excuse me to speak in Japanese. Uh, this is uh, Capella Sistina, where we can uh, see uh, the greatest masterpiece uh, by uh, Michelangelo Bonarotti. On the ceiling, we can have a, such and such a sort of a queer painting, and it's heavily like this man half snake or serpent man. And here we, uh, we can see a sort of cracks and here we can see a knife and uh, i thought it was a sort of a clacker paint but it, they were sort of artificially drawn by michelangelo by himself 日々だと思ったんですけどそうではなくて明らかに人工的に描かれていますねそしてこのエンジェルはですね天使はですね空からこの人をナイフで突き刺していますねこうした絵がですねあのもう全部にこう隠されてるんですねこの絵は、まあ後でもう一回紹介しますけども最もあの不気味な絵です。 この背中を見てください。ケロイド状に、か。鱗鱗のようなものが出てますね。まあ、美しいと言いますか、あのあ油断して見てると、こういう絵が隠されているわけです。こういう部分が隠されていますね。And also, do you think this is a woman? 私これはこれ顔だけで見れば、これは完璧に女性なんですね。ところが体を見ると、あ男なのか女なのかわからないんですよね。 あの乳首がちょっと出てますから女性かなと思うんですけども体つきは完璧に男性のものですこういうふうにこのシステーナの絵というのは男女の区別がもうめちゃくちゃなんですねそして背中にはこう爬虫類独特の,そのひれがついてるわけですこれはあのー、よく知られた「洞窟の聖母」というあダヴィンチのこれはあのー、こ,のこちらはですね ル、えー、ルーブル版ですねでこの中にこれ,これが今見せましたあのマッケランジョロの背中の中についている女性ですけどもこの女性をですね比較してみますと大変よく似てるんですね。ということはあのマッケランジョロは明らかにダ・ヴィンチの絵を意識して描いてるわけですけどもどうしてこんな絵をこの描き込んだかということなんですね。これはもうう、まあ、本当に冷え切った夫婦ののような感じの 暗いシーンでありますけども、この女性を見てください。明らかに女性ですよ。ところが顔だけは男顔なんですね。あの体は肥やかで胸もあります。で、この絵とですね、ダヴィンチのこのまあ、ババプテイズを受けているキリストの絵と比べてみます。えー、まずあのこの右の方の絵なんですけども、これ今左があのマケランミケランジョでですね。そして、えー、今のここの男性の顔ですね。 と比べてみてみくださいよく似ている,、ね、るのはこの男性なんです。体を見てください。もうこれはもうプロレスラーのような体つきですね。そして太っていますが顔だけはガリガリに痩せている男,な男顔なんですよね。こうしたその武器見てみますか、あの不自然さというか、それがこのあシスティーナのミケランジョの絵には溢れているわけです。 そして、この子供の絵ですね。子供は、まあ、なんて言いますか、そこにいるイエス・キリストの顔を真似ているわけですけど、ダヴィンチの中のイエス・キリストも暗いですね。まあ、どうしてこんなところに子供が描いたんですかその背景を見ていただいたんですけども、やはりこの不気味なひび割れが描き込んであるわけです。これはじめ、あの絵の具のひびかと思ったけど、そうではないですね。そして、この上の羊。 かと思ったんですけどもこれ羊ではないんですねよく見てくださいこれも後で説明いたしますがこれはとても羊の顔とは言えませんね羊はもっと可愛い顔しています ということで、まあこのマイケランジョロはなぜダ・ヴィンチの絵をもじりながら、そしてそのなんて言いますか、あのこうこうした絵を描いたかということなんですね。これらの二人のあ画家の巨匠たちの背景には何があったのか、その謎に迫ってみたいと思います。ただし、あの気の弱い方はどうか見ないでいただきたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, h a m a m a t s City, Japan. Uh, in Japanese. このビデオは続くビデオ673号の補足訂正版です、えー。この後ビデオの中でこの絵を紹介しますけどもこの両側に書いてある、まあ、この円形の 絵なんですねこれに今気になりましたのでこれについて補足しておきます。でこれをですね並べ直してみますとこうなるんですねまず男がですねあの台の上に立って演説してます。そこへ兵隊がやってきて、まあ、兵隊ですねそして棒を持った兵隊がやってきてそのとこに対して。 何かしようとしているんですけど手の左手であの棍棒を振り上げてますからこれから攻撃しようというところでですねそれで続く絵の中ではあの同じ男をですね台の上にいた男を、えー、兵隊らしき男たちが棍棒を持って今叩きのめそうというかまあ、しているところですよね。ねでこの この2つの絵を合わせてみますと、まさに言論弾圧の絵になるわけです。もう一度見てみますとこので、こういう絵なんですけど、この男は誰かということなんですね。そしてこれは明らかに兵隊なんですけどね、腰からあの紐がバらバらっとつり下がってますから、分かりますね。あの男をこ棍棒で殴ろうとしてる誰なのかということなんですね。何のためにどうしてこんなことをしたかですね。また、どうしてこんな絵をミケランジローが描いたかということなんですよね。でもう一の精査していますと、この男、えー、髪の毛があの半分上あの、ちょっとおかしな帽子をかぶって ますが本の線が出てるので気をつけてくださいね。で下のところはうつむいてますけど、やっぱり 7, 7本の線が光っているのが分かりますね。7、7なんですね。あの数えてみてください。1、2、3、4、5、6、7本ですね。上も7本です。下も7本です。7という数字はですね実はミトラ教のシンボルなんですね。非常に重要なラッキーナンバーと言いますか、あのナンバーなんですね。 そしてこの7というのがまあ1 2, 3, ちょっとか上、2、3、左のも7本ですね、こちらも,もうちょっと大きくしてますけど、7本ですね。えー、7本ですということは、ですねこれはあのミトラ教なんですね、長くちになって、まああの あのフリーメイソンたちがこの像を作ってアメリカ合衆国に送るわけです。というようなことを頭に入れておき,きながら続くビデオをご覧ください。また次の,、ま、た次のビデオの中でこの絵についてですね、あの白いものについて私はあの足が骨になっているというふうに言いましたけれども、骨である可能性は非常に高いですが、この女性のものではないことは確かですね。ごめんなさい。これは私の間違いです。これはここで訂正しておきますので、そのことを頭に入れながら続くビデオをどうかご覧ください。えー、っと、そういうことです。Thank you very much for watching。 Please enjoy the following video. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. Today's story is about a mystery of、uh, Capella p s i s t i n a with、uh, solos and、uh, sufferings、uh, in Japanese. そ、so、こは悲しみと苦しみに満ちた世界だった。まあ、システィーナ礼拝堂の壁画についての謎です。 これがカペラ・システィーナですね。えー、この壁画の中に、まあ、ミケランジェロもたくさん絵を描いているわけですけどもその絵が謎なんですね。まさにそこは悲しみと苦しみの世界だった。なぜか。えー、システィーナ礼拝堂についてはですね、えー、ウィキペディアはですね最盛期ルネサンスを代表する芸術作品の一つであると、まあ、この天井が素晴らしいものだということをうたっているわけですね。 そして全体としてカトリック教会の教義を絵画化したものであると、まあ、全体としてカトリック教会の世界だというわけですねそしてマケランジェルミケランジェルもねあのこ,この中で大きな仕事をしているわけです、えー、まあこのシスティーナ壁画のレハイドの壁画を描いたまあ重要な人物であったということですね画家であったということなんですしかしまあ はは私たちは騙されていんじゃないかというふうに私は感じますというのはですね、スシ,シリーナー礼拝堂はですね、まさに悲しみと苦しみの世界だからです。まあ、そういうふうに判断す,、えー、するかどうかは、まあ、皆さんにお任せしますが、まあと、ともかくも事実を見ていただきたいと思うんですけども、絵を選択しないで、えー、拾えるものを全部拾ってみました。これがあの上に右上にの紙ですね。 あのアダムに手を差し伸べるでです衣服は同じですところが子供がですねみんなこのなんて言いますか妙にこう不気味な目を,目をし大人っぽい顔してるんですねいわゆる子供らしさが全くないということですそしてこの髪は背中にですね死体を背負ってるんですねそして周りにいる人間たちは男とも女とも首つかないんです顔だけ見てると女性なんですねところがついてるものがちゃんとついてるわけですでこれは男なのか女なのかということなんですね まあそういうい非常に分かりにくいです。これはまあ今丸つけたのは明らかに女性らしいですね。右,左の,右の方も女性らしいです。ところが、右の方はこれあの顔は男性なんですね。ところが、どうなんでしょうかね。左の方は筋肉ムキムキですね。でこの人はです、ね、一見女性に見えるんです。まあ、誰が見ても女性でしょ。でこの子供ももどうもおかしい。ところが、この人は男性なんですね。胸がないんです。 というような感じなんですね。子供も大人っぽいし、女は男みたいだし、男も女みたいで区別がつかないというのが、このシスティーナ・礼拝堂のミケランジロの解体の特徴なんです。この人を見てください。そしてこの人を見てください。でこの暗い雰囲気ね。みんながこう恐れて疑い、疑い疑って、疑い合っているという感じ。この女性の目、不気味ですね。が、この女性はもっと不気味です。向かって左側の目を見て,目を見てください。縦線一本でしょ。 ぞっとしますね、こういう目を見ると。どういうわけだかぞっとしますね。はい。で、ここのこの絵もまた不気味なんです。ここを見てください。ここを見てください。そしてここを見てください。ということで、まあ、丸印をつけました。まあ、天井の下,あの下の方からたら何が書いてるか分からないと思うんですね、詳しくは。これ生首なんです。そして、このベッドの上には首のない死体が横たわっています。 そして左側にいるこのて言いますか人体、人間はですね、手は出てますが指が離れてくっついている感じで何でしょうね、耳がこっち向いていて、影で隠されていますが、足が途中で切れて何かの殻に入っているみたいです。一体何ですか、これは。そしてこ,この絵ですね、この女性も怯えています。怖がってますね。この特徴はですね、誰一人笑ってないということなんです。 誰一人ね、あの微笑んでいないということなんですね、このシスティーナ礼拝堂の髭屋は。そしてこの目を見てください。まあ不気味ですね、多勢線が入っているだけの、まあ瞳こういう風に見れば見れなくもないんですけども。さあこれですね、中央にいるのは誰かの死体だと思います。まあ詳しい説明は私には分かりません。しかし手を見てください。どうもおかしいんですね、これ絵の具が落したという感じにも取れますが、そしてこの女性なんです。この死体を 上からもう何て言いますか冷酷無視っていますか詐欺すんだような目で見てますね。まあ、絵もあのこの絵も手,手のつけ方もおかしいですね。そして紙、えー、とて例外ではないんですね。こ,のこれはあのアダムに手を差し伸べる紙と同じですね。服が同じですから。えー、そしてこの指なんです。先近細くなって長くて細いでしょう。 ものすごく長いんです、指が。そして、これは雲に隠れているように見えますけども、こんな長い指はありませんね。そして、この手,手がですね、どんなにひねっても、このポーズは取れないんですよ。皆さん、試しにやってみてください。手がガーッと180度ひねってるんですね、これ。親指が手前の方に来てますから、上、手前に来てますね。そして、この顔ですね。まあ、この絵もまとにかく 子供の顔なんですけども、やはりこう、なんて言いますか、怯えてますね。どうしてみんなこのように怯えて、悲しみ、苦しみに満ち溢れているんでしょうか。そしてこの目も、やはりどこか、まあ、はっきり言えば不気味ですね。これはあの、えーキャえー、っと,キャとかというあの別の礼拝堂の絵ですけどもね、同じくメケランジェロが描いた絵ですけども、まあ、こういう不気味な絵を描けるという人はあの、そうはいませんね。私は正直言いまして、こういう不気味な絵は描けません。描いてるうちに気分が悪くなってしまいますからね。 あの精神的におかしくなっちゃうというか、あまり書きたくないです。で、この絵もまた不気味なんです。ここの見てください。羊が殺されています。ここに馬が死んでいます。この男、女で、件数と女性ですけど、男なんですよ。みんな男なんですよ。ついてるものがついてる。そしてこの絵が2つがですね、非常に暴力というか言論の自由をだしてる絵なんですね。 えー、ここにはこの、もっと不器物があります。後で紹介します。えまあ、この羊がね、殺されて首を裂かれてますね。羊はもちろんカトリック教会のシンボルです。どうしてこの絵を描いたのか。馬、まあ死んでますねで。牛がそれをじろっと何やってんだって顔して見てますね。これは女性なんでしょうか。顔だけ見てください。がついてるものはついてるんですね。 これも一見顔だけ見ていると女性なんですけども、もうこういうふうにチグハグなんですね。といてことはこれ人間描いたんじゃないと思うんです。まあ、台の上に乗って演説してる人を誰かがやってきておる、俺、引き下ろそうとしてます。一つ引き下ろした後、今度は棒で撲殺しようとしてるんですね。同じ人です。これはね、立て,立てた人と。そしてこの台の上には何か不気味なものを、まあ、焼いてるのか、切ってるのか分かりません。そしてこの男、男性です。背中には、まあ、なんか爬虫類か恐竜の,背中のようなものがついています。 不気味ですね、まあ、先ほど言いましたようにあの天井高いですから下からは見えないと思いますよこの線まではこれは何ですか、まあ、実に不気味ですね、まあ、こうした絵がねぞろぞろとあるというかこれはあの決してあの不気味な絵だけを選んだわけじゃないんですよ全部ですからそんなにもこの絵の中には悲しみや苦しみが満ち溢れていますどうしてでしょうかこの人は怯えてますね泣いています この人も怯えてますね。怖がってます。この人は泣き叫んでいますね。暗い穴の底から泣き叫んでいます。この人も怯えてね、逃げようとしてるんでしょうかそういうふうに私に見えます。どうしてこんなんでしょうか笑い声やほほ笑みが全くない世界。それがシスティーナ礼拝堂の絵なんですね。はっきり言います。悲しみと苦しみの絵とあの絵画なんですね。 でどうしてこれがカトリックの教えをその代表しているか、まさにこの目なんか寝て寝、寝てるのかもしれませんけれども、白目がだけは目立って、不気味ですね。映画、エクソシスに出てくる、なんつうか、化け物のような顔ですね。そして、この絵もそうなんです。これは一体、ここにいるのはみんなが男なのか女なのか、さっぱりわからないです。右下にいるのはこれ、菩薩のようだと、森本さんおっしゃいましたけれども、これ女性なんでしょうか。でも、ついてるものはついてるんですね。 これも男なんでしょうか女なん,なんでしょうかまあ森本さんがおっしゃるには筋肉ムキムキでね、よくわかんないと。そういうふうにおっしゃってました。で先ほどのようにももう一回見てますと、こういう感じなんですね。これ女性なのか男なのか、さっぱりわからないんですね。これ胸がちょっと出て乳首が出てますから、女性かなと思うんですけど、筋肉ムキムキで。しかし、同じような女性がもう別の方向、まあ、片,片方に変えたんですけども、ついているものはついているんですね。さあ、これもそうなんですね。 かなり年配の女性だと思うんです。胸が大きいですから。でそこの向こうに子供は2人います。しかし顔を見てください。恐ろしい形相の、まあ、まさに男性側ですね。まあ、こういう女性いなくはないんですけども。で、この子供はですね、片目を閉じてるって感じですけど、まあ、これはちょっとは,あのはっきり分かりませんが、両方分かりません。この女性も何かに怯えています。どうしてみんなこんなに怯えてるんでしょうか。この女性ですね。その向こうに、黒い影に隠れてよく見えませんが、大きくしてみると分かります。 おそらくミケランジェロもここまでは見れるようになるとは思ってなかったんじゃないでしょうか。縦線1本だけの気味の悪い、まあ、これも本当に不気味ないですよ、皆さん。まあ、これから先あまり見られない方がいいんじゃないかと思うぐらい不気味ですね。まあ、順に見ていきましょう。この人はですね、明らかに足が折られてますね。そして骨が2本で、尺骨でしょうか,しょうかそしてその中から骨髄液が血が漏れ出てますね。足が折られて。 むき出しになっておられて、その向こうには人の男が見下ろしてますね。しかし、首がありません。しかし、これは隠し絵なんですよ。これは普通に見るとこういうふうに見えるんですね。ところが、もう一枚顔が隠れているもう一つ。ここに目があって、鼻があって、口があるんです。まさに悪魔の顔なんですね、これは。悪魔というか、まあ、人間じゃないですね、これは。でこのやあ羊を見てください。あのカトリックのシンボル。 下から見えないということをいいことにして、この、まあ、なんて言いますか、この不気味な顔、これはもういい。羊というよりもー、レプタリアンの顔ですね。この絵がまたの皆さん、本当に気持ち悪いです。ゾッとしますよ。まあ、本当にゾッとします。あの、加工してみてください。いいですかこの背中です。ケロイド状に何か吹き出てますね。一見、鼻のように見えますけども、ケロイドがね、皮膚から吹き出てます。これ見たときに私、ゾッとしましたですね。 耐えられませんさあ、この絵も例外じゃないです。世界で最も有名な絵と言ってもいいでしょう。この神右の神の方ですね。エルシャダイでしょうかあの。万能の神っていうふうにしかキリスト教では言いませんけれども、この万能の神を囲っている、アダムに手を差し伸べている人の周りはね、みんな子供たちが怯え、左の人は死んでますね。そうした人がこ,うこの紙を取り囲んでいる子供たちはみんな怯え、悲しげで、ね、きつい顔してますね。 穏やかさが全くないです。何も悲しそうです。で上の子供には首が首がないんですね。この頭だけなんです。よく見てください。頭だけがぽっこりとあるんですね。そしてこの冷え切った夫婦関係を示すようなあ絵ですね。男と女が。まあ、この絵見て、まあ、まあいいです、それは。あのはいこの男。からは男じゃないです、女性ですね。顔だけ見ると男かなと思うんですけどもね。胸があるんですね、ちゃんと。はい まあこういう女性もいなくはないんで、私は、なんていうの、かぶってるようななんかね、あのシスターのかぶる布のような感じです。子供後ろに子供も怯えてますね。怖いよーって言って。さあ、ここにもいますね。この子供の顔を見てください。この顔,顔を見てください。この子供には角が生えてるんですよ。角をうまく髪の毛でごまかしてますね。額の上からボっと出てますね。はい、まさに、あの、 悪魔のののイメージをそそのままの角ですねそして左の子供の目、開いているのか、閉じているのか分かりませんけれども、向かって左側の目は縦線1本です。右の目は白目です。しかし、その代わりに下に黒い髪の毛のようなものがありますね。 子供が横目で見る。一体ミジャ、ミケランジョロはこうした絵を通して何を訴えたかったんでしょうか。場所はカトリック教会のレアハイドですよ。そして、現在に言われているように、まあ、大壁画なんですね。まあ、ご覧のように、下から上に細かいところまでは見えないんですね。しかし、この世界には静寂と笑い声のない、そして微笑みのない静寂、恐怖と悲しみだけが満ち溢れているわけです。 さあ、そのヒントは森本さんが教えてくださいました。この一枚の絵で私は謎を解くことができました。この絵を見てください。遠くに山が見えますでしょう。これはまさにフィ,ジフィリギャ帽子ですね。当時の人がフィリギャ帽子を知らなかったはずはないんです。フィリギャというのは中部トルコの古名です。古い名前です。なわちミトラ家はここで生まれて、えー、ミトラ神たち、日本の弥勒菩薩もみんなこの帽子をかぶってるんですよ。 えー、そういう帽子なんですね。これはあのー、キャリーだったかな。キャリー礼拝堂の絵ですけども、ここに横にデンと立っているのはこのフェリギャ帽をかぶった男性なんですね。非常に知る深い顔をして、それを静かに冷静に見ています。さあ、ここにも松明が出てきました。これも森本さんがあの紹介しました。風の方向が逆なんですね。子供の頭と火の方向を見てください。松明は言うまでもなくゾラスター教のシンボルです。そして風が左右に吹いてますね。実に奇妙な絵です。 さあ、もう一度、この帽子を見てください。ミトラ,ミトラですね。の帽子と、そっくりでしょ。ということは、この帽子は、ミケランジェロンは知らないはずがないんですね。当時の状況下でして。ミトラ教の帽子なんです。キリスト教の、まあ、まあ、キリスト教に言わせたら天敵ですね。これはミトラ教のミトラ,ミトラですね。ギリシャ彫刻です。これは4体、5体見つけましたね。同じの。ほんのわずかだけ時間差を置いて作ってるんですね。そして、この羊、非常に奇妙ですね。 なぜこんな絵を描いたかということなんですけども、ここに牛がいます。牛はミトラ教のシンボルで、やっぱり同じように横の方からじろうっと見て、なんていうかあの、冷静に判断している。そして下にいるのは、右にいるのは羊ですね、殺されています、首を裂かれています。ミケ,ジミケランジェロはひょっとしたらアンチクライフィスではなかったんでしょうか、すなわちエイリアンに助けられたいましたという可能性が非常に高いですね。例えばここに見せる彫刻はですね、前にも証明しましたが、3D フォートグラフテクノロジーによって作られたものです。 あの布の、ね、精査すれば分かりますよ、ダビデもこれもあのギリシャ彫刻のあちこちの部分を集めて作られたというふうに私は判断しました。そしてこれがあゼウス像ですね そして右に出てくるのが、これがダビデあーごめんなさい、モーゼです。同じですね。モーゼ、この右のはね、あのミケランジョの彫ったモーゼです。全く同じなんですね。まさに 3D フォートグレフで作られたということですね。そしてそれから、まあ、これルシファーの話をしたときに使ったよう、使ったんですけども、キリスト教はミトラ教をコピーして作られ、あの生まれたんですね。 そしてその、その、またコピーですよあの。それはミトラ教を皆さん調べてくだされば分かりますし、私のホームページでも、やらったビデオでも紹介いたしました。そして、こう流れを見ていきますと、あまあ、フリメイソンとの間には長い時間がありますけども、その、もともとのギリシャ神話というのは、あのミトラ教の世界を描いたもんだんですね。名前は全部書いてますけど、そしてミトラ教の向こうにはゾラスター教があるわけです。この流れの中から、実はあのミケランジェロが左側のラインを通って生まれてくるわけですね。 当然キリスト、キリスト教とは、な、ま、ん、あ、て言いますか、相入れない関係でいます。キリスト教の方がローマ国教になってからは徹底的にミトラ教、ドラスター教を弾圧しあの、消してしまいますからね。ということが、で、まあ、ミケランジョの謎について迫っていました。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.